昼やりましょう。いや、イヤホン取らしてほしい、マジで。りょうにつさん、おはようございます。ありがとうございます。朝、午前中から鍵閉めた。アイナマズクさん、どうもありがとうございます。テレ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 テ
しゃ、解いてこ、解いてこ。いやー、じゃあ、わかりました。やってます。もうちょっと怖いな。怖いな、怖いな。朝霞行きたいと思います。よろしくお願いします。ユーザさん、だるまありがとうございます。前回1回目のバッドエンド、敏夫のへ、1回目が確かアリサに殺されたんですよ、僕。女の子が狂って襲ってきて、そこを返り討ちにした後にアリサに殺されて、バッドエンドからの、敏夫の部屋からスタートして、敏夫息取ったんですが、まさか、やっぱ鳥肌立ってきた。まさかあいつだったかってところで、誰か生きとったんすよ。新情報として。誰か生きとったんすよ。で、その生きとったやつが意外にも、あ、やばい。思い出すだけで鳥肌立ってきた。まあ、結局それに殺されて、2回目もエンドで、で、今日は、ちょっと遡って15話目ぐらいから、始めます。決死隊。じゃあ行きます。突然小林さんがガバッと立ち上がった。どうかしましたか？僕は尋ねた。外を調べていく。あ、この小林さんっていうのは、まあ1話目で殺されたんですが、このペンションのオーナーさんですね。有田のおじにあたる方です。外？どうしてですか？何か痕跡があるかもしれないじゃないか。足跡とか太陽の跡とか。これは、まあ田中さんを殺した人が何か外に痕跡を残したんじゃないかというところで探しに行くわけですね。いや、俺は田中が怪しいと思ったんだけどね。全力で田中が怪しいと思ったんですけど。まあ、行きます。敏夫さんが首を振った。敏夫さんっていうのは久保田敏夫さんね。ここのペンションのアルバイトの方です。男の人。そんなのあったとして、この雪じゃとっくに消えてますよ。そりゃそうだが。殺人犯がここに戻ってくるかもしれんというのに、何もしないでいるわけにもいかんじゃないか。小林さんは、苦々しげに言った。また読めんくなった。言います。僕も一緒。前回ここで俺は A を選んだんよ、ここで。15話から。前回は A。今回は、今回 B でいきます。今回 B で、進めます。てん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 。僕はアリサのそばにいてやろうと思って黙っていた。加山さんも行きますよね。外で犯人に出くわしたら地獄車をかけてくれるんでしょ？敏夫さんがひき肉っぽく言った。そうやな。でも外は寒いやろ。わし寒いのは苦手なんや。見つけたら中に追い込んでくれ。わしのつまみ返しをお見舞いするさかい。一休さんみたいなことを言う。
それにツバメ返しは柔道の技じゃなかったと思うが。あ、これやっぱそうや。3人になった。結局小林さんの敏夫さん、それに三木本さんの3人が外を見回ることになった。3人は着替えのため一旦部屋に戻り、5分ほどして降りてきた。3人がウェアを着て武器を装備して出ていくのを僕たちは不安な思いで見送った。もう内容が変わった。大丈夫かしら。アリサがポツリと嫌なことを言う。どういう意味だよ。まだ犯人が近くにいたりしたら。大丈夫じゃろ。この吹雪の中外で実験してるわけないよ。とっくに逃げてるさ。だといいけど。とは言うものの、中でじっと待っていると不安は増すばかりだった。こんなことなら一緒に外へ出た方がよほど気が楽だったかもしれないとさえ思えてくる。そや。突然加山さんが立ち上がった。あ、携帯電話もしかしたら通じるかもしれへんからゆる試すだけ試してみよう。僕は小林さんが携帯電話を通じないと言っていたのを思い出したが、あえて口出しはしなかった。なるほど、こうやって加山さんは2階に行ったんじゃ。でこれやっぱここら辺がおもろいよね。その前回 A を選んでさ、俺らが外に行っとる間に起こったことを、この B を選んだらこういうことが実はありましたっていうのが後でわかるのが面白いところね。加山さんが2階へ行ってしまうと男は僕だけになった。アリサがハッとした様子で耳を澄ました。今何か聞こえなかった？何が？誰かのサビ声みたいな。気のせいかな。きっとそうだよ。襲われたんかここで。あ、私たちちょっとトイレに行ってきます。アキちゃんが言うと3人は一塊になって2階へ上がっていった。彼女たちの姿が見えなくなった時、どこからかビーッというベルの音が響いてきた。あら？裏口から何かしら。京子さんもパタパタと走っていく。僕とアリサは顔を見合わせ立ち上がって後を追いかけた。何か嫌な声がする。裏口にたどり着くと京子さんが恐る恐るドアを開けたところだった。雪と風が吹き込んできたかと思うと、巨大な雪の塊がゴロンと転がり込んでくる。キャー！京子さんは押し殺して悲鳴を上げた。落ち着いてよく見ると、それはさっき外に出て行った小林さんたちだった。雪まみれで団子みたいに重なっている。早く手を手をしてやってくれ。小林さんは息も絶え絶えといった調子だった。血だわ。アリサが指差してたかよ。確かに三木村さんのこみかみに真っ赤な血がこびこ、やっぱ三木村さんは襲われるんじゃ。これ俺がいかんでも。京子さんは驚きから立ち直るとテキパキと命令を始めた。とにかくベッドまで運びましょう。みどりちゃんは救急箱を用意して。これシナリオ変わったとしても他の人は殺されていくんかな。みどりちゃんは救急箱を用意して。杉野くん、じゃあそっちを持ってくれ。あまりに急に動かさないように。僕と小林さんで三木村さんを担ぎ2階の本人の部屋まで運んだ。あ、待って、でも前回2階まで行かんかったよな。これ上着を脱がせベッドへ横たえる。救急箱を持ってきたみどりさんと京子さんが手際よく傷を消毒しガーゼを当てる。これ以上できることもなさそうだったので僕は部屋を出た。あ、で出るんか結局。あ、ちょうど自分の部屋を出てきた加山さんと廊下で出くわしたので一緒に階段を下りながら話す。あ、加山さん、電話どうでした？電話？あ、携帯電話かいな。ここもちょっと怪しいよね。加山さん携帯取りに行ったのにさ、電話っつって電話みたいな聞き直してるな。あかん、やっぱりあかんわ。小林くんの言った通りや。そうですか。談話室には春子さんと有沙が心配そうに座っているだけだった。いかがでした？春子さんが聞いてくる。三木村さんのことだろう。わかりません。どうしたんや、なんかあったんか。加山さんはまだ何も知らされてないようだ。三木村さんが誰かに襲われたんです。何やって？誰かって誰やねん。逃げたんか。ええ、それが誰も見てないんです。三木村さんしか。アリサと春子さんも不安げに耳を傾けている。それで怪我はひどいか、それとももう。うん、わかりません。今小林さん夫婦とみどりさんが手当てをしてくれるはずなんですけど。そう言いながら上を見上げた。
まさかわしらを一人ずつ順番に殺していこうちゅうわけないやろな。このおっさんまたとんでもないことを言い出す。アリサもハルコさんも一瞬ぎっくりとしたようだ。冗談じゃないですよ。なんでそんなこと。そらみんな殺したらこの中でのんびり吹雪が読むのを待てるやないか。警察に通報するやつもおらへんようになるわけやから、逃げる方法かでゆっくり考えられるわな。確かにその通りだ。この雪の中を逃げるのは自殺行為だが、とりあえず身を隠し誰かが外へ出てくるのを待っていたのなら話はわかる。おはようございます、ユーダーさん。だるまありがとうございます。三木村さんが狙われたのはたまたま最初に目についただけなのかもしれない。ここでちょっと考えるのが、三木本さんってそもそもどんな人なんかっていうのをちょっと紹介しておきますと、三木村さんはフリーのカメラマンなんですよ。もしかしたらカメラで何か撮ろうとしとったんかな。そんなのってひどすぎる。アリサが顔をゆがめながら叫んだ。そうと決まったわけじゃないよ。半ばその可能性を信じ始めていたにもかかわらず、彼女を心配させたくなくでそんなことを言った。たとえそうだとしても、また僕たちが外へ出ない限り大丈夫さ。なるべく一緒にいて一人にならないようにしてくれれば。しかし彼女を安心させようという試みはさほどうまくいかなかったようだ。そんなこと言ったって電話通じないし、外に出ないでどうやって助けを呼ぶの。とにかく朝まで持ちこたえれば大丈夫さ。あの寒さの中朝まで生きていられるわけではない。だったらなおさら死に物狂いで襲ってくるんじゃないの。これね、あとね、もう一個気になることがあって、鳩時計がさ、ちょこちょこ鳴ったり鳴らんかったりする理由がいまいち俺分からんのよな。なんかそこも関係してるような気がするんだけど。アリサがそう言った時、小林さん夫妻が2階から降りてきた。こん時に2階におるのがみどりさんと女の子3人組と三木本さんだと思う、確か。あ、どうですか、あの人の具合は。一応意識は戻った。でも暗い表情をしているので重体なのだろうかと思ったが、そうではなかった。何も見てないんだそうだ。いきなりガツンとやられたらしくてね。小林さんの表情は犯人が分からなかったせいらしい。どういう状況だったんですか。状況も何もあの吹雪じゃ、とにかく外に出てすぐに2人とははぐれてしまってね。次に見つけた時には倒れてしまっていたんだよ。すぐに2人とはぐれた。ということは三雲さんが襲われた時に一緒にいたのは敏夫さんだけということになる。まさか敏夫さんが、敏夫さんが後ろから三雲さんを。僕は込み上げてくる疑惑を抑えながら小林さんに尋ねた。それでもう大丈夫なんですか。どうかな、めまいがすると言ってたから脳震盪を起こしている可能性もあるだろうが、しかしそれは医者じゃなきゃわからんことだしな。少なくとも頭蓋骨が割れたりなんてことはなさそうだが。怖いね。さっき見たときは確か頭から血を流したと思ったんだけど、左と右どっちだったかしら。アリサが妙なことにこだわる。どっちって、右のこめかに。これもなんかあるんかな。右のこめかみじゃろ、もう一回書いとこう。右のこめかみ、右のこめかみ。アリサは考え考えつぶやき始める。右のこめかみを後ろから殴られたわけね。ということは犯人は右利きね。はいはいはい、後ろからということは犯人は右利きか。アリサは考え考えず、あ、言うんだこれ。そんな話をしているところへ敏夫さんがやってきた。オーナー、三木村さんの怪我の具合は。ソファに座り小林さんに尋ねる。素人目には大したことなさそうだが、脳内出血で、もしかしたら翌朝はぽっくりってなことになりかねんから安心はできん。で、犯人の顔は見てないそうだ。敏夫さんがほっとしたように見えたのは僕の気のせいだろうか。そうか。でもこれから犯人はどんな行動に出るか分かったもんじゃない。みんなできるだけ一緒にいた方が。あれ、敏夫さんは一旦言葉を止めると周りを見ました。
女の子たちは緑さん見えないみたいだけど。篠崎くんは先に降りてきたと思ったんだが。小林さんは答える。しかし女の子たちもトイレに行っただけには遅すぎるな。3人もいるんだから滅多なことはないと思うが。緑さんは降りてきてないわよ。まだ上にいるんじゃないの。アリサが小林さんの言葉を訂正する。確かに僕も降りてくるのはまだ見てない。あ、もうこの Now で Now でこれ緑さんやられてます。ちなみにまだ降りてきてない。まさか死体のある部屋に行ったんじゃ。顔を曇らせる小林さんに向かって僕は尋ねた。死体のある部屋？どうしてそんなところへ。何か気になることがあると言ってたんだ。見るようなもんじゃないからやめとけって止めたんだが。呼んできますよ。敏夫さんが立ち上がる。彼は出さなかったが僕は内心慌てていた。彼一人を2階に行かせて。あっ、トリダクトさん、おはようございます。ありがとうございます。彼一人を2階に行かせてもいいのものなのか。かといって自分が一緒についていくという気にもなれない。一体どうすれば。あ、私が行くわ。彼女たち寝てるのかもしれないし。僕が迷っているとアリサが腰を上げた。ほっとしたのもつかの間、また新たな迷いが生じた。アリサについていくべきか、それとも敏夫さんと見張る。これ前回俺アリサと行ったんやな、上に。しかし僕の迷いよそに彼女はさっさと2階へ上がっていった。その時僕は恐ろしい想像してしまった。犯人が右村さんに顔を見られたのかもしれないと思い込む。待てよ。犯人が右村さんに顔を見る。思い込む。そしてとどめを刺そうと戻ってくる。そこにたまたま2階にいたアリサが行き合わせる。アリサが危ない。アリサ、どうしたのスネロ君。小林さんに、あれ、ここ選択肢なかったっけな。自分が立ち上がってと気づいた。いえ別に。様子を見に行こうかどうかと考えていているうちにアリサはさっさと降りてきた。どうした？それがね、彼女たち、その3人だけでいる方がいいっていうのよ。他の人は誰も信用できないって。どういう意味だ、信用できないっていうのは。小林さんが驚いて引き返すと、アリサは言いにくそうに答えた。つまり、私たちの誰かが人殺しかもしれない、そう思ってるらしいの。これを聞いて驚いた様子を見せたのは、小林夫婦と春子さんだけだった。多分他のみんなはその可能性を少しは考えていたのだろう。バカバカしい。なんで見ず知らずの人間を殺したりするんだ。小林さんは吐き捨てるような強い誇張で、そう言った。見ず知らずかどうか、なんでわかるんや。加山さんが反論する。加山さん、あなたまさか。ちゃうちゃう、わしがやったんやないで。でも君にしろ、ワイにしろ。他のもんにしても、あいつと知り合いやなかったっちゅう証拠はないやろ。もしかしたら、この中の誰かはあいつを用意しとったんかもしれん。なるほど。三木本さんを昔から知ってる人っておったんかな。小林さんは追い詰められたようにみんなの顔を見合わした。君たちもそんな風に考えてたのか。犯人は外に逃げたんじゃなくて、この中に、私たちの中にいるかもしれないなんて考えていたのか。僕は敏夫さんの顔を見ないようにしながらうなずいた。それは小林さんにはどうしても受け入れがたい考えのようだった。しかし、だって考えてもみたまえ。一体この中の誰にあんなことをする機会があった。人を殺し、あんな風にバラバラにするのに一体どれぐらい時間がかかると思う。俺前回ここ C 選んだんよな。これ選んだ順にやっていこう。前回 C。C から A。30分もあればなんとかなるんじゃないですか。僕は少し考えた後に言った。あまり長く考えたくもなかった。敵が良ければそんなものかもしれない。小林さんは頷いた。夕食後そんな暇のあった人間が。これ待って、これワンチャンここで死んだら、次夕食後からやった方がいいな。ワンチャン。もしこれでバッドエンドだったら。始まったばかりなんで大丈夫ですよ。篠崎くんや敏夫くん、私や京子は当然片付けや何かの仕事があったし、君たちのほとんどはここにいるやつだ。外部の人間の仕業と考えるのが一番自然だろう。ガラスが割れた時姿が見えなかった。僕は今までそのことだけで敏夫さんを疑っていたが、考えてみれば確かに人をバラバラにするような時間はなさそうだ。
夕食の終わったのが確か8時ごろ。食堂を出ると脅迫状の件でかなこちゃんたちが騒いでいた。その後香山夫妻が降りてきて小林夫妻 OL3 人組が一緒になる。その後香山夫妻が降りてきて小林夫妻 OL3 人組が一緒になる。そして三雲さんが遅れて到着したのが8時半ごろ。これやっぱりさ、あそこつくっつっつきたいんよな。なんか雪がどさっと落ちてきた時に多分あそこでもう死体があっこにあったんよ。じゃあ時差ないよね、窓が割れたのは。これ以降敏夫さん以外の全員が事件発生まで談話室にいたことになる。これで考えるとやはり敏夫さんにはギリギリ犯行の機会があったように見えるが、あえて口にするのはお前やめた。あ、突然僕はみんなが重要な点を見落としていることに気づいた。ちょっと待ってください。小林さんは今中にいる人間には死体をバラバラにするような時間はなかったと言いましたよね。犯人は一体いつ犯行を行ったと言うんです。もうね、この曲が流れ出すとね、めちゃくちゃ鳥肌立つんよな。犯人は一体いつこのペンションの中に入り、いつ田中さんを殺したと言うんです。いつったってそんなこと知らんよ。小林さんは困惑した様子で答えた。じゃあ時間は別としてどこから入ったと言うんです。窓なんかはちゃんと閉まっていた。正規の入り口から入ってくれば誰かの目に留まったでしょう。2階の窓を割って入ったんじゃないの。京子さんが驚いて聞く。ガラスの割れる音が聞こえたのは死体を発見する直前ですよ。ガラスの割れる音がしたのは死体を発見する直前。僕たちがあの部屋に踏み込むまでにせいぜい15分ぐらいしかかかっていません。いくらなんでもその間に死体をバラバラにするなんてできるわけがありません。それもそうね。じゃあ入るときには割らずに入ったのかも。割らずに。京子さんはよくわからないことを言う。京子さん、こんにちは。マジで怖い。まだ朝じゃけえけど。ええ、あの人が窓を開けて中に入れたのかもしれないわ、田中さんが。そう、じゃけ、田中さんと犯人は、田中と犯人は、顔見知り？被害者が犯人を逃げれた。突拍子もない考えだが、ありえないことではない。犯人は当然被害者と顔見知りだっただろうし、自分が殺されることになるとは知らなかったとすれば十分可能性はある。まあそうよね。猪瀬さん、おはようございます。ございます。前も書いてましたけどね。こっそり窓から入れたのとすると、2人で何かよからぬことを企んでいたのかもしれない。そして仲間割れをして、それだといつ入ったんだとしてもおかしくないな。夕食後でも前でも。食事を終えて戻ってきた田中さんを殺してバラバラにする時間は十分あったってことになるわけだ。敏夫さんの口調にはどこかほっとしたようなところがあった。自分が疑われたことを知ってたのか。のかそういえば敏夫さんが急に何か。ああ、みどりさんの下りか。みどりさんは、みどりさんどうしたんだ。アリサは口を押さえて立ち上がる。言わせるだけど、みどりさん見当たらないの。あの死体の部屋にはちょっと入る気がしなくて呼んでは見たんだけど返事がないの。全員顔見合わせた。犯人が2階の窓から入ったんだとしたらまた同じようにする。もうちょっと待って、まだ鳥肌がマジ止まらん。僕が声を詰めてまず絶句した。まさか篠崎くんも。そう、そらちゃんと捜索した方がええで。早せんとバラバラにされてしまうよるかもしれん。香山さんが余計な口を挟む。縁起でもないこと言わないでください。さすがに小林さんも声を荒げる。でもほんと早く見つけて一緒になるに越したことはないですよ。女の子たちもね。敏夫さんが言った。僕もその意見に賛成だった。みんなで探しに行きましょう。離れ離れにならないようにして。大きくうなずいた。小林さんは少し考えて大きくうなずいた。よし、じゃあ香山さん、奥さん、すいませんが一緒に2階いらしていただけますか。よっしゃ。僕たちはまた念のためにと武器を手に一丸となって2階へと上がった。狭い階段では押し合いへし合い人もめする。
おはようございます。いや、ちょっとね、もう怖い。これでね、みどりさんね、やられてるんですわ、これ。小林さんを中心に囲むようにして、全員田中さんの部屋の前に立つ。小林さんはドアを開けようとして一瞬ためらった。下に近づくことに抵抗があるんだろう。この部屋は声をかけただけなんだね。自分に言い聞かすようにアリサに尋ねる。彼女がうなずくと、小林さんは仕方ないと言った様子でドアを。冷気が流れ出す。篠崎君いるのか？帰ってくるのは風のうなりだけだ。小林さんはストックを持ってバスルームを覗く。僕たちは入り口でそれを見回っていた。小林さんは恐る恐る死体のあるあたりにいるとすぐに戻ってきた。やっぱりここにはいないようだ。オーナーちょっと。敏夫さんが廊下から小林さんを呼んだ。なんだ？ジェニーが。もうここなんだって。さっき調べた物置だ。その前で黒猫のジェニーがニャーニャーと鳴いている。小林さんは黙って歩き出した。ジェニーが僕たちに気づいた。一層激しく泣き出す。小林さんは物置のドアノブに手をかけたが、なぜかためらっている。どないしたんや。猫が鳴いとるだけやないか。そこはさっき加山さんがブツブツ文句を言う。しかし誰も聞いてない。ドアを開けた。そこにはみどりさんはいた。まるで人形か何かをしまっておくみたいに体を折りたたまれ、無造作に押し込められていた。目は大きく見開き、僕たちを見て驚いているみたいに見える。でもその瞳はピクリとも動かなかった。みどり。敏夫さんのつぶやき声が聞こえた。小林さんが慌ててみどりさんの手を取り脈を見た。やがてみんなの方を振り向いて何も言わずに首を振った。なんてこと。敏夫さんの首で震えてた。ここが怖いんよな、マジで。畜生、なんてことを。クソ、なんてことを。敏夫さんは気が狂ったみたいに悪めき出した。そしてみどりさんの亡骸にしがみつき泣きじゃくる。みどり、みどり。みどりさんは殴り殺されていた。頭が割れ、長い髪に大量の血が絡まっていた。ひどい。アリサが僕の腕をつかみ痛いほど指を食い込ませてきた。顔を歪め、目には恐怖とも悲しみともつかぬ涙を溜めている。てかこれさ、俺前回まで夜でやり、夜、夜中やりよったけど、ようやっとったな、これ。敏夫さんは床に置いていたモップの柄をつかみ立ち上がった。出てこい人殺し野郎、出てきやがれ。喉が裂けるかと思うような大声を張り上げ、壁や客室のドアを叩きながら廊下を歩き出す。敏夫君やめるんだ。止めようとする小林さんも振り払い暴れる。騒ぎを聞きつけたのか、ドアの一つが開き、かなこちゃんが顔をのぞかせたが、狂ったように暴れる敏夫さんの姿を見ると慌ててドアを閉めた。いや、怖いよね。いや、いかにかな。緑、うわー。敏夫さんは突然立ち止まり、廊下の真ん中でひざまずくと号泣を始めた。今までの被害者は田中とかいう人にしろ、三木村さんにしろ、どちらも行きずりの人に過ぎない。僕たちの中の誰にとっても親しい人ではなかった。だからまだこの時までみんなの心のどこかで他人殺しだと思っていたに違いない。でも緑さんは違った。小林夫妻や敏夫さんにとっては親しい仕事仲間だ。敏夫さんの様子からすると、彼にとってはもっともっと親しい間柄だったのかもしれない。バラバラ死体は恐怖と不安を生んだ。しかし、みどりさんの死はみんなに怒りと悲しみを与えた。アリサ、何？女の子たちを説得し呼んできてくれ。僕はみくもさんの様子を見てくる。アリサの返事も聞かずに、みくもさんの部屋のドアを開けた。頭にぐるぐると包帯を巻かれ、みくもさんはベッドに横たわっていた。青い顔で目を閉じている。まるで死んでいるように見える。みくもさん、眠っていたのか、僕を声をかけるか。かけるとうめき声を上げて目を開いた。みんな一緒の方が安全だと思うんです。できれば下の方に来ていただきたいんですが、歩けますか？痛い。体を起こすのもつらそうだ。でもやっぱさ、みどりさん以外に上におったのって、ちょっと待って。今までみどりさんたち以外に上におったのって女の子3人組と右諸さんだけだと思っとったけど、これ小林夫妻も上におったんよね、実は。
緑さんたちと。てっきり俺は小林夫妻が降りてきて緑さんが殺されたものだと思っとったけど、もしかしたら小林夫妻のどっちかが上で緑さんと二人きりになった時に殺した可能性が。あ、てか待って、違う、ここで一個ね、今俺気づいたんじゃけど、田中さんの部屋って鍵が閉まっとったんじゃないっけ。もし仮に死体がを見つかった後に田中さんの部屋にまだ鍵をかけて閉めたんだとしたら、みどりさんは入れんのんよ。っていうことは小林さんがマスターキーを持たんと鍵があかんはずなんよ。てかもしかしたらみどりさんと一緒に小林さんが部屋に行って、そこで小林さんがみどりさんを殺したっていう可能性がある。小林さん黒目に見てます。うん、肩を貸しましょう。ああすまない。三木村さんはベッドから降りて立ち上がった。ん、なんとかいけそうだ。ふらつきながら歩き出す。結構いい考察かも。部屋を出るとみんなが待っていた。女の子たちもすでに3人とも廊下に出ていた。談話室にとりあえず僕はみんなに目配せした。階段に歩きかけると小林さんが三木さんの担ぐのを助けてくれる。どうも。僕は軽く礼を言うと小林さんは廊下の隅を見ながら言った。彼らはしばらく放っておいてやってくれ。そこにみどりさんたちがいることだった。脇には差し押さんが膝もついている。それでは皆さんしたい。僕のおやじになる感じ。僕や3人は先頭にアリサ女の子たち、加山夫妻、最後に京子さん。みんなゆっくり階段を降りた。これワンチャン小林さんとかあるんかな。もうみんな容疑者なんよな、ここまで来ると。もう5分ほど経っただろうか。みんな黙っていた。俊夫さんの階段、俊夫さんの姿が階段に見えた。もう泣いてはいないが目は真っ赤だ。背中にはうなだれた緑さんの頭が見える。俊夫さんは階段を踏みしめるようにゆっくりと降りてきた。みんな黙ってそれを見ていた。誰も口を開く者はいなかった。誰も手を貸そうとはしなかった。いや、できなかった。何か手を貸すのがはばかられるような、そんな雰囲気があったのだ。階段を降り切った俊夫さんは僕たちの前を静かに通り過ぎると廊下の奥へ消えた。みどりさんを部屋に返しに行ったのだろう。俊夫さんが消えてからも口を開く者は誰もいなかった。どういう描写なんかな、これ。俊夫さんってもしかしたらドアのノブに手をかけたんかな。だとしたら相当ドアちっちゃいよな、これ。俊夫さんは思ったよりも早く談話室に戻ってきた。その顔にはある種の決意のようなものが浮かんでいる。なわけ。これで僕は軽く咳払いをして全員の顔を見渡した。これで全員がここに集まったということになります。みんな軽くうなずく。これから以後絶対に一人だけ離れたりすることのないようにしてください。トイレに行ったりするときもできれば1階のトイレを使ってください。どうしても部屋に戻りたいときも2人以上で戻ることにしてほしいんです。あの、一体何があったんですか。恵子ちゃんたちが怯えた様子で質問してくる。まだ何も聞かされてないようだ。みどりさんはついさっき誰かに殴られて、その後は口にできなかった。しかし表情から、察したのか、二人とも息を呑み、アキちゃんは霊によって泣き出した。今まで以上にぴったりとくっつき、他の人からはできるだけ離れていようとしてみた。三木村さんはポカンと口を開けている。一体どうして、まさか一人で外に出たのか。何が何だかわからないといった様子だ。いえ、中にいました。しかし、私たちやっぱり部屋に戻りたい。ここにいたくない。かなこちゃんがヒステリックに叫んだ。ダメです。一緒にいることが必要なんです。
どうして私たちは関係ないよ。ほっといてよ。3人で閉じこもっている方が安全だと思っているんだろう。そういうわけにはいきません。こういうことは言いたくありませんが、仕方ありませんね。さっき殺す、待てよ。あとは、香山さんの地下の場面からもちょっと戻ってみたいな。2階いたら、これね、そう、さっきみどりさんが殺されたと思われる時間、2階にいたのは三木室さんとあなたたちだけだったんですよって言っとるけど、2階におったのは実はみどりさん含め、みどりさん、三木本さん、この女性ら OL3 人の5人プラス小林夫妻が一応おったんですよ。先に小林夫妻が降りてきたと思っとったんじゃけど、その前に殺しとる可能性があるっていうね。どういう意味？かなこちゃんが意外そうな顔をする。つまりあなたたちがみどりさんを殺した可能性もあるということです。驚いた顔を見せたのは女の子たちや三木村さんだけではなかった。何言ってるんですね、ヒロ。女の子にみどりさんを殺すなんてことできると思うの？アリサの責めるような口調が胸に刺さる。でも僕は続けた。一人でだと難しいかもしれない。他の二人に気づかれる心配もあるしね。でも三人一緒なら。みんなぎょっとした様子で女の子たちを見つめた。冗談じゃないわ。どうして私たちがひどい。気づいた表情のケイコちゃんに僕は当てて弁明した。ちょっと待ってください。ちょっといいですか。そういう可能性もあると言ってるだけです。さっきも言ったよう、三木本さんにもみどりさん殺害の機会はあったわけです。三木本さんは疲れた表情を見せていた。僕は君が入ってくるまで鎮静剤で眠ってたんだよ。おまけにまだ頭がガンガンして歩くのもままないっていうのに。しかし僕は言った。それは全部演技かもしれません。反論しないでください。僕が言いたいのは、これ以上犠牲者を出さないためには全員一緒にいるべきだということです。僕たちの中に犯人がいるかもしれない。ペンションのどこかに隠れているのかもしれない。吹雪の中でこちらの様子を伺っているのかもしれない。あり得る可能性を思いつくままにまくしたれた。いずれにしても全員一緒にいれば犯人は手出しができない。少なくとも手を出しにくいはずです。これね、小林さんが犯人って仮定した時にいろいろと辻褄が合うんよな。まず田中さんが死んだ時に小林さんはなんか裏におったところで言っとったけど、もしかしたらどっかから小林さんの部屋に行った可能性もあるし、小林さんの部屋を開けれた。で、三木村さんも襲えた。みどりさんも殺せる。で、香山さんの地下の鍵を持っとったのが小林さんっていうね。やばいな。で、銀行強盗の背丈も小林さん。小林さんじゃん。人を探るような上目遣いの視線をお互いに交わし合っている。僕は間違ったことは言ってないつもりだった。しかし僕の言葉がお互いを疑わせる結果になってしまっている。僕は余計なことをしたのだろうか。三木村さんや女の子たちがみどりさんを殺したのだということが実際問題としてあり得るのだろうか。可能性はゼロではない。ガラスの割れる音がした時にはみんな談話室にいたから、三木村さんにも女の子たちにも田中さんを殺す機会はなかった。ガラスの割れる音がした時にはみんな談話室にいたから、三木本さんにも他の女の子たちにも田中さんを殺す機会はなかった。それに機会のあるなしにを別にしても、とても人をバラバラにするような時間はなかったはずだ。だから三木本さんや女の子たちには田中さんを殺されなかった。が、田中さんを殺さなかったからといって、みどりさんを殺さなかったということにはならない。しかし、常識的に考えて、見ず知らずの彼らがみどりさんを殺す理由など考えられない。考えられることは、あ、この音やないよな。ダラララーン。僕は小林さんの言葉を思い出した。小林さん、みどりさんは田中さんの部屋を見たいと言ってたんですよね。正確には何とか言ってた、思い出せますか。突然話しかけられて小林さんはしばらく目をパチパチさせていた。ああ、確かちょっと気になることがあるから。いや違うな、こうだ。これさ、ちょっと気になることがあるから一緒に行きませんかって言われたんじゃない。それをちょっと言ってしまうと僕が言ったって思われるけ、ちょっと思いついたことがあるから田中さんの部屋を調べたいの。確かそう言ってた。思いついたこと、それは一体何だろう。田中さんの部屋を調べる。そう言うからには当然事件の関係のあることのはずだ。
そこで彼女は何かに気づき、犯人の正体を知ったんじゃないだろうか。そして犯人を問い詰めたか調べているところを見つかったかして犯人に殺されてしまった。そう考えるのが一番自然な気がする。もちろん他の考え方もできなくはない。例えばみどりさんをよく知っている小林さん夫妻や敏夫さんが実はみどりさんを恨んでいた、そういうことも考えられないではない。でも今はとりあえず田中さん殺しの犯人が口封じのためにみどりさんを殺したと考えるべきだろう。僕たちの中で田中さんを殺されたのは敏夫さんだけだ。いいや、でも敏夫さんにはみどりさんを殺す気はなかった。みどりさんを殺されたのは右本さんと女の子たちだ。いいや、しかし彼なら田中さんを殺されないってことは、必然的に今の人らを除外した人を考えないけんよね。ルフトさん、こんにちは、いただきます。インコさん、インコさん、だるまありがとうございます。心臓に悪いわ。いや、まあ、今んとこ小林さん。まあ、小林さんか、京子さんですわ、とりあえず。でも、ここに、第三の人物現れてきたら、もうちょっと僕わかりませんわ。かまいたち整理したんだけど、それで余計に頭が混乱してきたよ。何が何だかわからない。わからないことなんか何もないでしょう。犯人は私たち以外の誰かなのよ。凶悪な人殺しはこの人がゴロゴロしているの。私たちが考えるべきことはどうやって自分たちの身を守るかよ。アリサが言うと、京子さんや春子さんはその通りとばかりに大きくなずく。時をさらまれ。そうよ、珍しく春子さんが口を開く。お互い疑いあったりしてもいいことなんてないわ。今はみんな死んじゃわなくちゃ。そんな奥さんを加山さんがいさめるように言った。春子、そんな綺麗事だけではあかん。性欲の言い通りや。どんな可能性でも考えてた方がいい。そうやなかったら朝まで生き残れへんかもしれないで。でもあなた。でももう下馬もあらへん。こういう時は女は黙って男の言うことを聞いとったらええのや。加山さんはいつもこの調子で奥さんを黙らせてんだろうか。それとも人の前では亭主関白を気取っているだけだか。僕だって親しい人をそんなに親しいわけでもない人の方が多いけど、皆さんを人殺しだなんて思いたくはありません。でもこのペンションはそんなに大きな建物ではありませんし、そう言ってしまってから僕は気を悪くしていないかと小林さんをちらりと見た。しかし小林さんは別段気にもしない様子だった。つまり人の目が全く届かなくなってしまう、そんな視界ができるような巨大なホテルではないという意味ですが、それに戸締まりだってきちんとしていました。そんなところでたとえプロの泥棒だとしても誰にも気づかれずに自由に出入りできるものでしょうか。正直言って僕にはどちらも信じたのに、神出鬼没の殺人鬼やペンションのどこにいるのか、それとも一見虫を殺さないように見える人が実は人殺しなのか、僕には分かりません。そう言って僕は首を横に振った。まるで自分だけは関係ないという口ぶりだな。敏夫さんが引きするように言った。どういう意味ですか。その通りの意味さ。君だって容疑者の一人だってことさ。では僕は夕食後の一度も2階に上がってないんですよ。田中さんを殺せるわけがないじゃないですか。みどりさんに親しそうです。俺はこの目で見たわけじゃないだからな。がそう言ってるからかもしれない。ガールフレンドを商品にしちゃってもらうぜ。そんなのも当てにならないからな。そんなら僕も言わせてもらいますけどね、敏夫さん。僕はムカムカと腹が立ってきた。三木村さんを襲ったのはあなたじゃないんですか。三木村さんは犯人を見ていない。つまり三木村さんの後ろにいたはずのあなたが一番怪しいんじゃないですか。そんなことあるもんか。ここですよ、ほら。オーナーの方が俺より先に三木村さんの倒れるというところにたどり着いてたんだぜ。そうでしたよね、オーナー。あ、うん、そうだったかな。ここ、やっぱ小林さんちょっと怪しすぎるじゃろ、これ。曖昧な返事をする。三木村さんと歩いていたのは敏夫さんだ。当然、敏夫さんの方が遅い機会は多かったと思っていたのだが。だとすると小林さんの方こそ怪しいのか。三木村さんは探るような視線を敏夫さんと小林さんの両方に送っている。やめて、お願いだからもうやめて。京子さんが叫び泣き続けた。これ以上傷つけ合うのやめて。小林さんや敏夫さんの顔に後悔の表情が浮かんだ。きっと僕の顔にも同じものが浮かんでいることだろう。アリサから向けられる軽蔑の眼差しが耐え難い。パッパッ、鳩時計が鳴った。いつの間にか11時半になっていた。23時半、鳩時計。23時30分、鳩時計と。ここら辺の人で整理するか。
男女7時の鳩時計18時55分5分遅れアルバイトの篠崎みどり。なにダメよパパ、今ちょっとお仕事中ですから怖いゲームしとるけね。あんた来たら泣くよ。9時にも鳩時計になってる。結構メモ取ってますから。どうするやろ。はい。外の吹雪は依然として収まる気配もない。そうや、ニュースや、ニュースこれ、ここのニュースね。あなたこんな時何も。これってさ、ちょっと待って、あ、ちょっとこれちょっと俺一回見直していいかな。待てよ。ちょっとね、今3週目。ちょっと待ってよ、ちょっと俺がなんか見逃しとるかもしれん。ここ多分ここじゃない。小林さんは食堂の奥のキッチンへ消えた。突然窓の外でどさっと何か重たいものが落ちる音がする。多分ここがなんかね、あれなんよね。そうや、ニュースやニュース、天気予報を変えて見れるわけがないから、それに気分も変えた方がええ。結構その意見は正しいかもしれない。加山さんは誰の返事も聞かずにリモコンを取り上げ、テレビのスイッチを入れた。チャンネルを次々と変えていくと、ちょうどニュースのヘッドラインをやっていた。全国的に降り続いている大雪で、各地で交通事故、雪崩などの被害が続出していますが、今のところ死者出ていないものです。死者出ていない。その言葉に僕たちは自然、2回見上げた。
かねてより金券体質が問われている業界でまた新たな疑惑が持ち上がりました。さて最初にお届けするのは逃走中の銀行強盗のニュースです。昨日白昼堂々三友銀行新宿支店を襲い現金約2億円余りを強奪した犯人の行方は依然つかめておりません。目撃者の証言によれば犯人は身長165センチ前後痩せ型の男。逃走用に使ったと思われる黒のクーペは警察は各所に検問を設けて捜索を続けています。そういえば車でこちらに向かっている途中銀行強盗のニュースをラジオで聞いたのだった。その後は新聞もテレビもほとんど見なかったので逃げ続けているとは知らなかった。そんなもん一日も経っとったら検問したってしゃあないがな。今頃は東南アジアかどっかに高飛びしとるわ。加山さんが鼻を鳴らしながら言った。僕たちの気持ちをほぐそうとしてわざとそんな話をしてるのかもしれない。僕もその話に乗ることにした。現金2億円を持って飛行機は乗らないでしょう。それは分からへんで。2億円なんて大してかさぶるもんやない。診察やったらスーツケースに十分入るやろ。そのね、なんでそれを知っとんかっていうのも気になるよね。2億円2億円なぜスーツケースに入るのを知っとんか。待って、ここでねまた一個のこの一個の仮説ができたんじゃけど、ワンチャン香山夫妻もあるんよな。で香山夫妻で加山夫妻で待って、アリサが2回目の時にアリサが殺害されてしまった時に廊下に春子さんの死体があったんだけど、春子さんはほんまに死んどったんかな。あれもしかしたらこの共犯で、で加山さんは脈が切れとったんじゃけど、春子さんがワンチャンとどめを刺した可能性がある、生きとって。まあちょっと今は小林さん路線で行くけど、これじゃ加山さん夫妻もちょっと気にしていこう。だから2回目に殺されました。で僕もその後殺されました。常宏も一人の亀さんの時だ。持っていけたって、いや海外じゃ使えないでしょ。銀行に行ったりしたら番号ですぐバレるだろうし、それは素人の考えや。今円はごっつー強いんやで。ドルなんかより喜ばれる国がある。闇で交換したけど連中がどこにだっておるもんやな。俺だったら年男さんも口を挟んだ。話を聞いた方が気が紛れるんだろう。俺だったら日本にいたいね。そもそも日本から脱出するなら物価の安い国に行ってのんびり暮らすと思わないか。日本に居続けようと思うから金がいるんじゃないか。しばらく田舎者で田舎町でほとぼり冷めるのを待つね。それも一理ある考えかもしれないと思ったが、加山さんは首を振った。あかんあかん、田舎町は人の出入りがすぐわかる。外国行かんのやったら都会の方がええ。でも犯行現場の近くにいたくないのは人情でしょう。そこをぐっとこらえんからみんな捕まりよるんや。だいたい犯罪者は根性なしが多いからな。まるでもうちょっと根性出すと山狩りの口ぶりだ。ここも引っかかるポイントよね。観光地だったらよそ者もたくさん出入りするわよね。アリサがぽつりと言った。繁盛してるとこやったらな、スキー場とか。てーてってってーん。加山さんの言葉に僕たちはみんなギクッとした。あ、みんなどないしたんや、変な顔して。
もしかしたら、いや、考えすぎですかね。僕は言いよどんだ。何がや？いえ、いいです。言いかけたことは最後まで言わんと気持ち悪いやないか。僕はみんなの顔を見ました。何人か同じことを考えた人がいるのか、顔つきで上がった。じゃあ言いますけど、笑わないでくださいよ。あの殺された田中さんって人、逃走中の銀行強盗だったりして、誰も笑わなかった。僕は意を強くして小林さんに尋ねた。田中さんの身長どのくらいでした？小林さんちょっと離れていった。結構高かったよ。田中さんは175センチ書いてる、これ。175センチダメだ。ニュースでは犯人は165くらいで言っていた。下がりすぎる。でも確かにまともじゃない雰囲気はあったな。でかいスキー用のバッグは持ってたけど、なんかスキーしに来たっていう感じで見えなかったし。ちょっと待って、アリサだ。普通銀行強盗するときって最低でも運転手は必要なんじゃないの？やっぱそれさ、そうよね、そのさ、二人よね。二人以上。銀行強盗、銀行強盗二人以上だったら田中さんは田中は運転手の方だったんじゃないのかしら。仲間割れして共犯者に殺された。うん、それならあり得る。うん、ってことは犯人は165センチくらいの痩せ型の男ってことか。つい僕はお互いの体を見回していた。香山さんはとても痩せ型とは言えない。右村さんや敏夫さんは背が高すぎる。一番近いのは小林さん。小林さんは自分に視線が集中しているのを気づくとこわばった笑みを浮かべた。おいおい、冗談はそれぐらいにしてくれよ。たまたまニュースをやっていたからってそれをそのままこの事件と結びつけたようななんて、いくらなんでも無茶だろう。そらそうや。それに小林くんが東京の銀行を襲えるわけがあらへん。毎日ここで仕事があるんやさかい。香山さんがそう言ったのも当然だ。小林さんのわけがない。ほんまか？大体殺された人が銀行強盗だっていうこと自体、短絡的な思いつきだ。最後まで言わないと気持ち悪いと香山さんに言われて仕方なく口にしたけど、本気で考えてるわけじゃない。しかし有沙は何も言った。でも考える方向性はあったんじゃないかしら。どういうこと？あの田中さんって人はどう見てもスキーしに来たって感じじゃなかったわ。人目は避けてる様子もあったし、こんなところに来たのには何か後ろぐらい理由が、あ、後ろめたいか。後ろめたい理由があったに違いないわ。それはあの死体を発見した時から考えてたことだ。あれはあまりにも異様な死体だった。それだけに僕たちの生きる日常とはかけ離れても、ちょ待って、これ見たい。窓とベッドの間には数十センチ開いている。その床の上にマネキン人形のような部品のようなものが落ちていた。黒い布から突き出た手首、その上に無造作に置かれた土黄色をした足首、そして青黒い顔の近くにはサングラスが落ちている。手足や胴体の中に糸が通っていて、それを緩めるとくしゃりと潰れる人形のおもちゃがある。それらの手足はまるであんな風に積み重なっていた。この人も殺された方も僕たちのような普通の人間であるはずがない。殺された方だってきっと裏街道を生きる人間だったに違いない。そう思い込みたくなる心理が働いていた。しかし実際、正気の人間があんな風に死体をバラバラに切り刻もうとするだろうか。僕なんか注射をするシーンがテレビで映っただけでも目を背けてしまうような人間だ。人の体を切断するなんてどんなにお金が積まれたって断るだろう。たとえどんな理由があっても。ん？僕はふと考え込んでしまった。犯人には田中さんの死体をバラバラにしなければいけない理由が何かあったのだろうか。ここよね。バラバラにする理由
あるとすれば、これね、前回 A 選んだんよ。顔だけでいいって、あの、顔だけでいいってなった。恨みだけでそんなめんどいことするか？どこかに運ぶため。今回は A から B にします。どこかに運ぶため？普通はこれが一番の理由だろう。しかし今回田中さんは自分の泊まっている部屋で殺されていたわけだから、この理由は当てはまりそうにもない。しかし何か気になった。いくつもの疑問が頭の中で渦巻き、得体の知らない形を取り始めていた。ああ、つかみ取れそうでつかめず、もどかしさで頭がムズムズした。なんかあるんだろうな。フランシスさん、こんにちは、ありがとうございます。スキーなんか来るんじゃなかった。 OL の女の子たちが待った。すいません、急なんですけど、ちょっとそうややるの忘れとった。お米さん、だるま、ありがとうございます。日課忘れた、日課を。ふもとね、ふもと読めるよ。ごめん。今度は3人全員だった。帰りたい。何も悪いことしないのに、帰りたい。泣き声ももはやすすり泣きにしかならない。京子さんがふらふらと歩き出した。どこへ行くんだ？小林さんが驚いて聞く。何か落ち着くようなものでも、ココアか何か飲めば。いやよ、人殺しかもしれない人の入れたものなんて飲めるわけないじゃない。アキちゃんがしがれた声で叫んだ。しかし京子さんは気づいた様子は少しも見せなかった。奥さんが犯人なわけじゃないじゃないですか。それにもしそうだとしたとしても、今までにも散々飲み食いしてきたんですよ。全員を殺す気になったらとっくにもうみんな死んでます。まあ、おっこのね、もう決めつけがね、人の心理を操作してますよ。これ奥さんの犯人の可能性もありますから。僕は彼女たちを落ち着かせるようにできるだけ静かな声で言った。そりゃそうや。杉野君の言うことは筋が通っている。そうですよ。奥さんがそんな犯人だなんて。香山さん夫婦が僕に同意してくれる。わかりました。渋々であったが、アキちゃんも納得してくれた。じゃあ私が一緒に行きます。いや、でも待って、田中さんが殺される時ってさ、もしかしたらなんかこう食べ物に何かを混入しといて、睡眠剤みたいなの、それで殺した可能性もあるよね、ワンちゃん。それができたのって京子さん、小林さんなんよ。飯を作っとるのって、違う、飯を作ってるのは小林さんや。京子さんは飯を作れんのんよ。小林さんや、俺。そう言えれば。ありがとうございます。じゃあ、私が一緒に行きます。アリサが立ち上がる。運動神経いい方だから、誰が襲ってきてから、一緒に撃退してやるわ。京子さんを一人にしないためには仕方ないことだが、少々不安だ。何か妙なことがあったら大声で叫ぶんだぞ。僕が言うと、アリサは弱々しい笑みを浮かべそうで、浮かべてうなずいた。うん。馬に乗って助けに来てね。白い馬で。誰も笑わなかったが、ほんの少し緊張がよがる。京子さんとアリサがキッチンに行ってしまうと、しばらく不気味な沈黙が訪れた。これから朝までこうしているしかないのかな。敏夫さんがぽつりとつぶやく。僕はうなずいて言った。それが一番でしょう。もし犯人が、僕たちの中の誰かではないとしたら、マジシャンみたいに神出鬼没なやつです。誰にも気づかれず、自由に建物や部屋を出入りできる。たとえ一人で。いや、誰にも気づかれずは分からんけど、自由に部屋や建物を行き来できるって、出入りできるのは、マスターキーを持ってる人なんよ。確かに安心ができない。でも考えてみろよ。もし犯人が誰にしろ、俺たち全員を殺すつもりだったら、こんなまどろっこしい方法を取ると思うか。
俺だったらまだみんな警戒しないうちにもっとたくさん殺しておくね。それは確かに不思議な点だった。こういうことも考えられるよね。三木村さんが痛むらしい頭を押さえながら口を開いた。残った人間に恐怖を味わわせるのが目的だと。恐怖を味わわせるのが目的？どういうことですか？僕は聞き返した。つまり犯人は僕たち全員、あるいはこの中の誰かに相当な恨みを抱いていて、ただ殺すだけじゃ飽き足らない。だから猫かネズミをいたぶるみたいにして怯えさせた後で最後に殺す。そういうつもりじゃないかってことさ。怯えさせた後で殺す。それが本当だとしたら、それは一体どれほどの恨みなんだろう。この中にそんな恨みを買うような人がいるのだろうか。恨み？じゃあその恨まれている人以外は関係ないんでしょうか。恵子ちゃんがすがるような目つきで三木本さんに尋ねる。どうだろうね、僕は頭を殴られたわけだけど不思議と殺意は感じなかったな。もちろん他の人間が来たからとどめを刺せなかっただけかもしれないけど、無関係な人間を殺すつもりはないのかもしれないよ。ああふざけとこういうな。緑は彼女はいてどうなるんだ。犯人はすでに無関係の人間を殺してるんだ。ちょっともう怖いな。敏夫さんが怒りをあらわにしていった。無関係かどうかどうしてわかるんだい。三木村さんが静かに聞き返すと、敏夫さんは顔を真っ赤にしてさらに大声でわめいた。どういう意味だ。彼女は緑は声が詰まる。申し訳ない、別に彼女は悪く言うつもりじゃなかったんだ。ただいろいろ考え合わせると犯人はどうしても殺さざるを得ない時だけ殺してるような気がしたものだから。ここも結構あって、犯人はどうしても殺さざるを得ん時だけ殺してるっていうことは、要は犯人はみんなを殺す つもりはないんですよ。ただ結果的に状況が殺さにはいけんような状況になるよってことは、やっぱりみどりさんが田中さんの部屋を調べるって言ったのは犯人にとってはダメだったんよね。で1回目で加山さんも殺されたんだけど、地下でなんか見たんかもしれん。あ、それ通じつまうな。地下でなんかを見てしまったんかもしれん。あいつに緑に殺されなく、なるほど。おはようございます。三木村さんが話す間に多少さんの怒りは悲しめとかったようだった。一応吐かれた涙がまた溢れていた。同情を誘ったのか、それとも恐怖か、女の子たちや春子さんまでも涙を浮かべた。敏夫さんは彼女を愛していたんだろうか。二人よく知らない僕には分からないことだった。そう、これらは全て演技かもしれないのだ。わあ怖いな。みのりさんを殺しておいて、それを疑われないために愛していたふりを見せているのかもしれない。僕はそんなことを考えた自分自身に心底嫌気がさした。どうしてこんな風にみんなを疑わなければならないのか。愛した人を失って悲しんでいる人に同情することすら率直にできない。でも全ては犯人の正体がわからないせいだ。僕たちは知らない誰かなのか、それとも僕たちなのか、それだけでも発見しないことは身動き取れない。そういえばさっき三木さんの言葉に気にかかる部分があった。犯人、そう、犯人はどうしても殺さざるを得ない時だけ殺し、どうしても殺さざるを得なかったから緑さんを殺した。さっきは一度も考えた。緑さん何故されたのか、何故見たのか、たまたま犯人出てしまったのか、僕は真っ先に邪魔になるのか。そうよね、緑さんはあの部屋に、ちょっと涙出てきたわ。怖いな。もう田中さんの部屋をくまなく調べることだ。みどりさんはあの部屋に行くといい、そして殺された。手がかりはあの部屋の中にあるはずだ。できれば一人でじっくり調べてみたい。しかし誰も一人にしてはいけないなどと言った手前、三輪が今更そうもいかないだろう。もちろん一人になるのは危険だということも分かっている。が犯人かもしれない人間を連れて入るのはもっと危険だ。では誰と。二人はすぐに思いついた。アリサだ。アリサなら安心してる。
やがてそのアリサは京子さんと一緒にたくさんのカップを乗せたお盆を運んできた。お待ちどうさま。アリサは精一杯明るい声出している。ついさっき同じことをみどりさんがしていたと思うと不思議な感じだった。ほんの数時間前までピンピンしていた人が今来てくれたかと。熱々のココアが全員に配られる。女の子たちは他の人が口をつけるのを見届けてから飲み始めた。温かくて甘いココアはひどく心を落ち着かせる作用があるようだ。心の疲れも体の疲れも何もかも溶けて流れていくようだった。そうして一息つき、みんな多少落ち着いたらしいのを見届けると僕はアリサに言った。今からちょっと僕についてきてくれないか。どこへ。田中さんの部屋を調べようと思うんだ。全員がはっとこっちを向いた。何のために調べるんだね。やっぱ突っかかってきた。小林さんが尋ねる。みどりさんは殺される前あの部屋に行こうとして、あっ、これここで俺らが言ったことによってさ、僕らも殺される対象になったんかもしれん。もしかしたら。かっくんありがとうございます。俺らが小林さん、あの田中さんの部屋をここで調べたことによって、犯人は俺らを殺す目的を持ったんかもしれん。うん、そうだが、それが一体。彼女は多分何か事件の真相について調べようとしたのに違いはありません。そしてあまりに真相に近づきすぎたために殺された。だったら僕たちがするべきことはあの部屋を徹底的に調べることだと思うんです。それを君が。敏夫さんが目を細めて口を挟んだ。ええ、君が犯人で証拠を隠滅しないという保証がどこにある。それはないだろう。でも一人で入るつもりはありません。アリサと一緒ですから。だから彼女が君と共犯じゃないという保証もないわけだ。じゃあ3人で行きましょう。それなら文句はないでしょう。もう一人敏夫さんが選んでください。俺じゃダメなのか。敏夫さんは前を釣り上げる。はいはいはい。彼がもし犯人だとしたら証拠を証明されてしまうかもしれない。その危険性を考えると誰か別の人を選んだ方がいいんじゃないだろうか。しかしここであからさまに断るのも角が立つ。それに彼女の同行を断っても、どうせアリサと二人だけでは行かせてくれまい。別の人と行ったとしてもその人が犯人である可能性もあるのだ。そうすれば証拠を隠滅されてしまう恐れがあるのは同じことだ。いろんな思いが交錯しつつ僕は言った。いや俺ここ敏夫さんでいいと思う。多分前回ここね、前回俺 A だったんだけど、これもう一回 A 行くわ。敏夫さんと、敏夫さんは犯人じゃないと思うけど。いえ構いません、敏夫さん行きましょう。彼への疑いを全く捨てたわけではない。がやはり緑さんを失った時のあの悲しそうな表情に嘘はなかったのではないか。そう思えたのだ。僕たち3人が行くことに対して他の人からは特に異論が出なかった。行きましょうか。僕たちはココアを飲み終えると立ち上がった。警察の捜査の主張になるようなことはするんじゃないぞ。小林さんが釘を刺す。何かとやっぱ小林さんがさ、ちょっと制するよね。もちろんなるべくならそうしたい。が何を探すべきなのかもわからない以上確約はできない。とりあえずうなずいておいて、僕たち3人は2階へと上がった。これやっぱ何周もするとちょっと見えてくるな、いろいろと。田中さんの部屋の前に立つと足元がひんやりする。ドアの下から冷気が染み出してきているのだ。一体何を調べるつもりなんだ。敏夫さんが質問してくる。僕は答えられず黙ってドアを開けた。部屋の中を無数の雪片が乱舞している。まるで冷凍庫のようだった。ガラスのなくなった窓から吹き込む雪で、今や窓側のベッドの半分以上が覆いかぶさられていた。寒い。こんな格好じゃ5分といられないわ。アリサが震えながら叫ぶ。部屋、バスルームを調べよう。避難するように僕たちはバスルームに入る。3人は入れないのでドアを開けたままだ。少し広めのユニットバス。一見しておかしいところはない。僕は
ここ前回ね、バスタブ、俺 B 選んだんよ、前。今どっち選んだ方がいいんかな。石鹸でいくか。血を洗ったかもしれんけ。石鹸を使ったかどうかを調べることにした。石鹸はまだほとんど新品だった。そして洗面台は濡れている。70キロぐらい。失礼ね、そんなにあるわけないでしょ。なら大丈夫だって。一応どこなんだぜ。僕がしゃがむとアリサが肩にまたがる。スカートじゃないのが残念だが、アリサの太ももがジーンズ越しに感じられる。エッチなこと考えてないでしょうね。考えてない。そう言いながら立ち上がる。やっぱり重いと思ったが、そこは口に出さずにこらえる。アリサは頭上の四角い板を外して天井裏に首を突き出した。何か見える？何にもない。何にも。トローだったわけだが、とりあえずバスルームには何もないことが分かった。待てよ。洗面は使われていた。ともよりさん、ありがとうございます。どうもです、ザンガさん。僕はアリサを下ろすと急いで外へ出た。次はクロゼット。人が隠れていないのはさっき確かめたが、荷物や服は調べていない。カーテンを開け放ち、3人で中を覗き込んだ。ハンガーにはグレーのコートがかけられているだけだった。その下にスキー用の大きなキャスター付きバッグが置いてある。僕はしゃがんで手を伸ばすと引き寄せた。中には何も入ってなかった。脇のポケットなども調べるが、紙切れ一つで出てこない。一枚出てこない。犯人が盗んだのね、アリサが言う。多分。でも何よ。犯人が盗んだのね、アリサが言う。多分。でも何よ。2億円かな。さっきの銀行強盗の話がまだ頭に残っている。着替えは？敏夫さんが口を出す。え？着替えだよ。いくらスキーする気がなかったとしても着替えぐらいも。なるほど。普通ならそうでしょうけど、逃亡犯人なら分かりません。用意する暇もなかったのかもしれない。アリサは吊るされたコートのポケットを探っている。財布なんかもないみたいね。取っていったのかしら。身元が分からないようにしてたのかもしれないね。次は部屋の外だった。え、ここ前回なかったよな、これ。ユーザーさん、ありがとうございます。ダルマ、ありがとうございます。名探偵してます。これ待って、新しい、これ。前回、あっこからさ、そのままなんか部屋戻ったのに。次は部屋の外だった。私物がその辺りにないか僕たちは探し回った。あ、部屋の中か、ごめん。敏夫さんはそれを震えながら見守っている。うん、早くしろよ。出たかったら外へ出てもいいんですよ。僕が意地悪く言うと敏夫さんは黙り込んだ。え、早く来る。出たかったら外出てもいいですよ。僕が意地悪く言うと敏夫さんは黙り込んだ。ざっと 見渡しベッドの下も見たが何もない。あとは死体のある窓際だけだ。やっぱり死体を調べないといけないのかな。声が震えたのは寒さのせいであって恐怖のせいではない。うん、そうね。私は遠慮しとく。僕は仕方なく雪の積もっているエリアに足を踏み入れた。スリッパなんかないのと同じで素足に氷を踏んでいるようなものだった。ヘクシヘクシ。くしゃみしただけだよ。ゆっくりとベッドを回り込んでそっと死体のあるあたりを覗く。つらい。いや、幸いすっかり雪が積もっていて、雪が覆っていて何も見えなかった。
ほっとしたのもつかの間、その雪を払いのけなければ調べたことにならないと気がついた。くそ。ブルブルと全身を震わせながら僕は雪を払った。ガサリと音がしてザラザラしたものに手が当たる。凍りついた髪の毛だった。下に振れないようにしながら雪を丁寧に払い落としていく。さっき見つけた時と同じようにバラバラの体が姿を現してきた。胃の底から酸っぱいものがこみ上げる。これをみどりさんが調べに来たとは思えないよ。触った様子がないもの。何ほら、死体を調べとらんね。死体を。これをみどりさんが調べに来たとは思えないよ。触った様子がないもの。それもそうね。じゃあ何かしら。離れたとこからアリサが尋ねる。死体以外のものを探しに来たってことよね、これ。おい、一旦戻ろうぜ。敏夫さんが叫んだ。僕もその意見に賛成だった。待って、敏夫さん制したな、今俺らを。外へ出た時よりも冷え切って僕たちは談話室に戻った。一人減っていたりすることもなく全員無事のようだ。何か見つかったのか。小林さんが3人の顔を見回して聞く。何にも。どうやら犯人は田中さんの持ち物を洗いざらい取っていったみたいなの。唇が凍えてうまく喋れない僕に代わってアリサが答えてくれた。そうか、やっぱり大金か何かを持っていたのかな。それが目当てで。小林さんはつぶやく。じゃ待って、ここさ、また俺の考察が始まるんじゃけど、これワンチャン小林さんとさ、敏夫さんグルない？これこばやし敏夫ライン。小林敏夫ラインない？これワンちゃん。あ、待って、そうか、やっぱり大金か何かを持っていたのかな。それが目当てで。あ、それで殺したってこと？うー、寒い。僕は凍えた体を温めようとエアコンの前に行こうとした。うわ、やばい。また始まった。ザザッという音。続いて窓の外で大きな音がする。一瞬ビクッとしたが、すぐに屋根の雪がずり落ちる音だと思い出した。またの驚いてる。アリガサが少しおかしそうに言った。こんな大きな音がしたら驚くに決まっている。ちょっと待って、これさ、絶対前回より俺なんかいい調査しとる気がする。これ、いや出た、雪の下り出た。よほど変な顔になっていたのだろう。アリサが不安そうに尋ねた。その時僕の頭の中ではある考えが形を取り始めていたのだ。しかしそれはにわかに受け入れがたい考えだった。僕は言った。四択。幸せのカテゴリーさん、バレンタインボックスありがとうございます。ここ大事やな。いや、どうしよう、行くかこれ。
ちょっと一回考えます。これ言っていいよ俺。俺ちょっとね、俺分かったかもしれん。全ての事件の犯人が分かったよ。本当に？じゃあ田中さんを殺した犯人も分かったの？アリサが疑いそうに聞く。え？もちろんだ。4択で真犯人、からの A。もちろんだ。僕はきっぱりと答えた。本当に分かったの？一体誰よ？アリサが疑わしい目をつけて尋ねる。僕はすぐにその問いに答えず、みんなに向かって話し始めた。窓が割れる音がしたとき、敏夫さん以外の全員が談話室にいました。だから僕は最初、僕たちの中に犯人がいるのなら、敏夫さんが一番怪しいと思いました。みんな不安そうに敏夫さんの顔を見る。敏夫さんはムッとしたような顔つきで、そんなみんなの視線を跳ね返していた。でもトリックを使えば、あの時談話室にいた人にも犯行が可能だった。そうね。僕はそう言うと一瞬、敏夫さんの表情も緩んだようだった。トリックって？アリサが尋ねる。時間差のトリックだよ。時間差攻撃とは、え、あ、これ見たことあるぞ、これ。そうだよ。僕たちは窓が割れる音を聞いて2回片付けた。でもあの時、本当に窓が割れたのかどうかわからないんだ。だって、窓割れてたじゃないか。小林さんは理解できないという表情だ。それが時間差だと言ってるんです。窓はもちろん割れていました。でもそれが僕たちが音を聞いた時に割れていたと限らないでしょうでしょ。音ね。俺だけを後から出せばいいのね。アリスがパッと顔を黒くした。そう。僕はうなずいた。犯人は夕食後、田中さんの部屋を訪ねて殺し、死体をバラバラにした。そして音を立てずに窓を割る。どうやって？例えばこんな方法がある。ガムテープをガラスいっぱいに貼って強く叩くんだ。音も消せるし、破片も散らばらないらしい。泥棒の手口だけどね。兄ちゃん変なこと詳しいな。加山さんが疑いの眼で見つめてたので、僕は慌てて首を振った。テレビか何かで見ただけですよ。音を立てないで窓を割ったのは分かったわ。それからどうするの？それから犯人はあらかじめ用意したテープレコーダーどこかに置いて。テープレコーダー？そんなのあの部屋になかったわよ。あの部屋じゃなくてもいいんだ。最初音を聞いたときどこから聞こえてたかなんて分からなかっただろう。それはそうだけど、でもあんな大きく響き渡るようなテープレコーダーって相当大きなものじゃないの。アリサは痛いところついてきた。それにガラスが割れる音をあらかじめ録音したテープを持ってきてたのも妙な気がするが、小林さんの言うことももっともだ。ガラスを本当に割った時に録音したのかもしれません。小さな音はしたでしょうから、それを大きく流したのかも。あの時の音はそんな感じじゃなかったわ。音だけ大きくしたって同じにはならないと思うけど。アリスに言われて僕は少し整理を修正した。じゃあこういうことかもしれない。あれは本当にガラスの割れる音だった。ただしそれはあの部屋の窓じゃなく犯人の用意した別のガラスだったんだ。こんならどうだとばかりに僕は耳を見ました。でもそれじゃあ犯人はやっぱりどこかでそのガラスを割らないといけないわけでしょう。時間差攻撃になりませんね。ちょっとさ、勝手に喋らんといて俺に喋らせてくれんかな。どうやって、それにそんなガラスをどうやってここに持ち込んだの。アリサは次々と問題点を並べてくる。これ詰められてますね、完全に。そんなことは些細な問題だよ。いいかい？僕はイライラしながら答えた。もし僕の推理が間違っているとしたら、犯人はやっぱり敏夫さんだってことになる。でも僕には田中さんはともかく、敏夫さんが緑さんまで殺したとは思えないんだ。敏夫さんの黒い瞳にかすかに光が浮かんだ。で、俺じゃなければ一体誰が犯人なんだ？かすれた声を出す。僕はしばらく黙って言葉を整理した。テープにしろ何にしろ、ガラスの割れる音を出す方法があれば、談話室にいた人にも犯行を行ったわけです。
でもその中にも2回行かなかったり、時間的に無理な人たちがいます。テープにしろ、何でしょう、ガラスの割れる音を出す方法は、でも男子の人たちは違う意味です。その人たちを消しよう、消していきましょう。まず僕とアリサは夕食後も最後まで食堂にいて、結局2人とも戻りませんでした。それをつけてくれる人は何人もいると思います。次に小林さんは夕食後もフロントにいて、その後も僕たちは、いや、ここで小林さんを、ここで小林さんをね、除外するのは良くないんですよね。奥さんはしばらく見かけませんでしたが、当然キッチンで夕食の後片付けをした。いや、ここも怪しいんよ。僕が目で問うと、小林夫妻ははっきりとうなずいた。三木村さんがここに到着したのは夕食が終わってだいぶ経ってからでした。2階へ上がっていた時間もほんのちょっとで、荷物を置いてくるのが精一杯だったと思われます。たとえチェーンソーか何かを使ったとしても三木村さんには無理だったでしょう。反論もない様子なので僕はさらに続けた。いや、これ勝手に進んでいくとまた同じになる。 OL3 人組、渡瀬さん、北野さん、川村さんたちは例の脅迫状の件があったので一旦部屋に戻ってきたものの、すぐに1階に降りてきます。やっぱり時間が足りません。あ、模型ありがとう。スプリングミルクさん、こんにちは、ありがとうございます。綿棒さん、誰もありがとうございます。ダクソワン完全制覇して拡大とかクリアしたんや。102時間 めっちゃ取るな、102時間って。はい、やっぱり時間が足りません。ここでしばらく黙った。先を続けることためらう。結局加山夫妻になるんじゃろ、こうなったら。それで加山さんが引き続きを尋ねた。僕はその顔を見ないようにしながら言った。以上です。加山さんと奥さん、その2人の除い全員消去しました。つまり残った2人のうちどれくらいが犯人で、いや違う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 。春子さんは漠然とした様子で僕と加山さんの顔を見た。加山さんは唾を飛ばしながら言った。そんなアホな、なんでわしかって人をバラバラにするような時間はあらへん。それは春子も一緒や。わしらはずっと一緒におったんやからな。あ、春子。春子さんは不意をつかれたみたいに驚いた顔を見せた。ええ、そうです。祈りたくなるような沈黙が訪れた。僕はその沈黙を破ってさらに言葉を続けた。やめろやめろ。では第二の時間を考えています。三木村さんが襲われた時、外にいたのは小林さん、それに敏夫さんです。他の人は僕も含めてほとんど騙しで待っているはずです。ただ一人覗いては全員の視線が加山さんに集中する。まあ、わしか、わしかでここにおったやないかい。いいえ、ずっと言ったわけではありません。携帯電話を試してみるために一人で2階上がりましたよね。試すだけ試してみようとか言いながら。そうやったかな。そうやったとしても、2階におったわしがなんで外におる三木本君を殴ったりできるの。少し考えてみれば簡単にできることがわかります。僕は言葉を切ってみんなを見回さない。誰も言った。いいですか、三木本さんが襲われたのは田中さんの部屋の真下です。そして田中さん、やばい、これバッドエンド。バッドエンドに向かうよ、これ。キャンスの部屋があるんです。誰にも見られずにその間を行き来することはそんなに難しいことじゃない。アリサはハッと息を飲んだ。じゃあ加山さんは田中さんの部屋から下にいる三木村さんを、多分ね、簡単なことだよ。え、これバカじゃ、常広違う、そうじゃない。さっきの間違えたか俺。これ全ての事件の犯人するんじゃなかったな、これ。多分ね、簡単なことだよ。ちょっとしたロープの先に重く硬い石か何か結びつける。あとは犠牲者が来るのを待って投げ落とすなり、振り子みたいに振り回してぶつけるなりすればいい。僕は腕を軽く振ってみせた。だからこそ
で、この後にあれやろ、としおさんが襲いかかるんやろ、また。すぐ前後にいたはずのとしおさんや小林さんが誰も見てなかったのです。何しろ犯人は現場にいなかったんですから。最初は自分のなかったスリだが、こうやって話してみると、やはりこれで正しかったなと思えてきた。いや、正しくないよ。貴様が、貴様が。突然、としおさんが座ったままの加山さんに飛びかかった。この野郎、狂ったようにわめきながら首を絞める。加山さんは首を締め付ける腕を振りほどこうとするが、全然歯が立たない。柔道部じゃなかったんかい。はじめ、周りの者はみんなあっけに取られて、ただ眺めていた。しかし、加山さんの苦しそうなうめき声が耳に入ると、慌てて小林さんが止めに入った。としおくん、落ち着くんだ。小林さんのその言葉に、三木村さんも我に返った。やりましょう、暴力はいけませんよ。ついでとしおさんを押し何かかる。僕は反射的にアリサの体をかばっていた。離せー、離せー。狂犬のように暴れるとしおさんを二人がかりでやってのことで引き剥がした。ゲホ、ゴホゴホ。加山さんは喉を片手で押さえながら、ゼイゼイと咳き込んでいる。奥さんの春子さんは髪のように白い顔をしてただ震えていた。殺してやる、絶対殺してやる。としおさんは三木村さんに羽がいじめにされながら、なおも燃えるような目つきで加山さんを睨んでいる。落ち着くんだ、としおくん。としおさんの頬に小林さんは一発強烈な平手をお見舞いした。その大きな音に僕たちみんなビクッとなった。叩かれた本人はポカンと小林さんを見ている。オーナー、どうして、どうして。驚いて声も出ないと言った様子のとしおさんを小林さんは険しい顔で叱りつけた。確かな証拠もないのに加山さんを犯人だと決めつけるわけにはいかない。それから分かっているだろう。次に僕の方を見向く。杖野くん、君もいい加減根拠のない当てる推量をやめたまえ。みんな混乱するだけだ。僕は少しカチンときたが、僕が口を開くよりも先にアリサが小林さんに食ってかかった。当て推量なんかじゃないじゃない。おじさん、昔世話になってからってかばうつもりなの。さっき杖野の推理が間違っていんだったらちゃんと話してみせてよ。小林さんは口を開きかけたが言い返すことはしなかった。それは自分が墓穴を掘ることになるもんな。突然メガネのアキちゃんが立ち上がって叫んだ。私、この人たちと一緒にいたくありません。部屋に戻ります。この人というのはもちろん加山さんのことだ。あ、私は戻る。かなこちゃんとけいこちゃんも立ち上がった。ちょっと待ってください。一緒にいた方が安全なのははっきりしてるんです。ですから、荒れた様子で言う小林さんにアキちゃんはハッとするほどきつい視線を向けた。じゃあこのおじさんをどこかに縛りつけといてよ。人殺しと一緒にお茶なんか、いや、あー、まずい、バッドエンドに向かう。ごく普通の明るい女の子だと思っていた彼女が目をギラギラさせて小林さんを睨みつけている。僕はその姿に背筋が凍る思いだった。とにかく私は今夜は部屋から絶対出ないつもりですから。有無を言わせぬ口調で彼女たちは決然と階段を上がっていった。いいんですか、女の子だけじゃやばいんじゃないのかな。三木村さんがオロオロした様子で彼女たちと背とみんなの顔を交互に見ている。犯人が死んでしまえばみんな安心して眠れますよ。敏夫さんは加山さんを睨みつけながら言った。なんや、まだわしがやったと思っとるんか。実は敏夫君、そもそも君が一番の容疑者なんやね。泣いて見せたかてわしは騙されへん。なんだと、まだとぼけ上がるのか。また顔を赤くして敏夫さんはどなる。お願いだからもうみんなやめて。悲痛な声が響き渡った。京子さんが両手で顔を覆い泣き崩れたのだった。敏夫さんは毒気を抜かれたような様子で立ちすくんでいる。そんな風にお互い疑り合って罵り合って恥ずかしくないの。でもママさん、こいつは緑よ。敏夫さんの言葉も京子さんの耳には届いてなかった。嘘よ、こんなの嘘よ、全部夢なんだわ、こんなことあるわけがないの。彼女はうつろな目をしてブツブツとつぶやき続けている。京子、しっかりしなさい。小林さんが声をかけて奥さんの肩を揺さぶると、彼女は声もなく泣き始めた。そんな二人を見つめていた敏夫さんは僕の方を振り返って呼びかけた。常宏君、は？君はどう思ってるんだ？自分の罪に自信はあるんだろう？いや、自信はないです。B、自信なし。僕はそうしゃべったことだ。これ前回も B だったよな、確か俺。次 A にしてみるか。困ると言われても僕の考えはさっき言った通りです。それが正しいと思うかどうか皆さんに判断してください。えぐこいつ。あひわひわさん、ありがとうございます。
結局皆さんに判断してもらうっていう。僕の言葉にみんなはお互いの顔を見合わせていた。唇を切ったのはアリサだった。私はスニールの推理を信じるわ。だって他に考えようがないもの。何人かがうんうんとうなずく。ちょっと待たんかい。まさか多数決かなんかで決めるつもりはないやろな。多数決それもいいかもしれないけど、こうやってさ出た裁判ゆかめて笑う。裁判、僕は戸惑いながら被害者。そうだ、常野君が禁じて俺たちは心配陪審だ。弁護は本人か奥さんがやればいい。全員一致で有罪ってことになったその時はまさか殺すんちゃうんや。そうしてやりたいとこだけどな。閉じ込めておくってのがせいぜいだろう。敏夫さんが残念そうに言うと、香山さんはハッとした様子を見せた。それで気が済むんやったら好きにしたらええ。それは千鶴くん、ここは残念くれ。意外ともらうわ。みんな真剣な面持ちでこちらを見つめている。仕方なくドヤまで見てやるの口調で喋り始めた。香山誠一さん、田中さんだっけ。殺害、一応僕も暴行へも三木間さんが申し訳ないという。および三木間さんへの暴行紹介の要求に応じて思います。大体のことはさっき言いましたから要点は整理して思います。田中さんを殺すことができ、なおかつ三木間さんを殴ることがで、いや、やっぱこれ複数犯の犯行なんかな。で、仲間れが起こったんかな。よって香山さんが犯人だと思います。香山さん無罪を主張しますか。敏夫さんは皮肉めいて口を尋ねる。当たり前や、わしはやってへん。では弁護側の反論を。え、そんな猿芝居が続けられるかい。やってへんもやってへん、それしか言うことはないよ。そうですか。じゃあ歯を削っておきましょう。手を挙げてないのは香山さんの奥さんの春子さんを除けば小林夫妻だけだった。では無罪だと思う人は。香山さんが勢いよく手を挙げたが、驚いたことに春子さんと小林夫妻は今度も手を挙げなかった。どういうことです。敏夫さんが尋ねると小林さんは顔を歪めて答えた。わからない、どっちとも判断がつかないってことだ。香山さんの奥さんもそうなんですか。敏夫さんが驚いたように尋ねると、春子さんは夫から目をそらし唇を噛んだ。おい春子、まさかわしのことが信用できへんちゃうよな。え、どういうことなんや、言うてみ。春子さんはうついとは答えない。敏夫さんはあえて追及せず蹴りをつけてしまうことにしようだ。3人は危険とみなしいでしょう。全員一で有罪と決定しました。もう勝手にせえ。敏夫、いやー、で、そう、これで、ね、そうなんよ。まだね、香山さんこの段階では殺されるリストに入っとらんのんよ。ただ地下室に香山さんが行くことによって犯人からすると見られたら良くないもんがあるんよ。じゃけ多分ここで香山さんが殺すリストに入ったんよね。いいですね、オーナー。ああそうだな。小林さんは心苦しそうな様子でうなずいた。なんかさ、小林さんを犯人に見立てると全てがなんか怪しく聞こえるんよな。なんか釘を刺す言い方だったりとかさ、あんま調べすぎるなよとか、ちょっとおかしいな。敏夫さんはフロントへ行くと壁にかけられた鍵の一つを取り、香山さんに声をかける。さあこっちへどうぞお客さん。僕はゾッとした。その顔に一瞬不気味な笑みが見えたような気がしたのだ。居心地のいい部屋で頼むで。香山さんも空いばりのつもりか、そんなことを言う。あなた、春子さんの心配そうな呼びかけにも大きくうなずいて答える。アリサちゃん悪いけど毛布を 2,3 枚持ってきてよ。機械室の扉を開くと敏夫さんは振り返った。ついでに雑誌も殺す札な。香山さんがそう言うと、敏夫さんは顔をこわばされて睨みつけた。開き直ったその態度に腹を立てたのだろう。が、結局爆発には至らなかった。アリサは一旦2階に上がると頼まれていた通り、すぐに毛布と雑誌を持って降りてきた。ほな、おやすみ。頼んだものを忘れると、香山さんはにっこり笑って地下室の扉をくぐった。裸電球の赤い光に照らされた地下へゆっくりと降りていく。
加山さんの背中が見えなくなると、敏夫さんはパタンと扉を閉め、慎重に鍵をかけた。なるほど。いやー、終わった。みんな死にます。多分。敏夫さんの言葉に僕とアリサはちょっと顔見合わせ、おずおずとうなずいた。そうだ、何も心配ないはずだ。なのにこの拭いようのない不安感は一体何なのだろう。談話室に戻ると、敏夫さんは手にしていた鍵を小林さんの手に押し付けた。ダメ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 。みんなが起きた後で開けてやってください。ああ。小林さんは気の抜けた声で答える。ほら、じゃあもうここの、ここのここにあらずなんすよ。あれを見られてしまったらまずいっていうので。どちらが雇い主なのかわからないようなたるいない返事だ。お二人も休んでください。俺たちにできることはもう何もありませんよ。明日天気が回復するのは願うだけです。そうだな、そうかもしれないな。京子、さあ部屋に戻ろう。京子さんは肩を痙攣させるようにしてまだ泣き続けていた。小林さんはその肩にそっと腕を回すと立ち上がった。そう。残ったのは僕とアリサ、敏夫さん、三木森さん、そして加山さんの奥さんの春子さんだった。本当に本当に主人が犯人なんでしょうか。か細い声聞こえた。僕は倒幕した。主人は犯人じゃありませんというのならわかるが、犯人なんでしょうかというのは一体どういう夫婦なんだろう。僕は状況から推理しただけですから。おいおい、そんな自信ないところでどうすんだよ。あいつが犯人なんだろう。敏夫さんに苛立ったように言われ、僕はさらに混乱した。でもあれが犯人の態度でしょうかね。ぽつりと三木森さんが疑問を投げかける。証拠がないと思って安心してやがるのさ。敏夫さんが吐き捨てるように言う。でも警察が来てしまったら、科学捜査で証拠なんかいっぱい出てくるんじゃないですかね。証拠を残してない自信があるんだろう。とにかくあいつ以外犯人は考えられないんで。俺はもう部屋に戻るからな。敏夫さんそう言うと、さっさと廊下の奥へと去っていった。後に残された僕たちは、春子さんを前にして黙り込んでしまう。うつむいたまま、春子さんが口を開いた。私、交際なんです。僕は対応に困って、アリサの顔を見たが、彼女とて困惑している様子だった。あの人、私にも子供たちにも優しすぎるぐらい優しい人ですけど、仕事の方じゃ鬼社長とか人手なしとか相当ひどいこと言われてるんですよ。私には仕事のことは何も言いませんから、実際どんなことをしたのかばかり知りません。私、あの人のほんの一面しか知らないんです。でも、加山さんが何か悪どいことをやってきたんだとしても、恨まれる理由にはなっても、殺す理由にはならないでしょう。でも、加山さんが何か悪どいことをやったとき、僕はつい加山さんをかばうようなことを言ってしまった。でも殺されそうになったら逆に殺してしまうことだってあるでしょうね。考え三木村さんが言う。それももっともだと僕も思い黙り込んでしまった。あの田中という男が加山さんに恨みを抱きここまで追いかけてきたのだろうか。アリサが無理に明るい声を出した。とにかく奥さんも休まれたらどうですか。これ以上いろいろ考えていても何も分かりませんから。その通りだ。春子さんもそう思ったのか、力ない笑みを浮かべて立ち上がり、ふらふらと歩き出す。春子さんはゆっくり階段を登っていく。それを心配そうに見送りつつ、三木村さんが言った。じゃあ僕も戻ろうかな。君たちはどうするんだい。ええ。もちろんいずれは戻るつもりだった。が、そうすると部屋が別なため、アリサと離れ離れになってしまう。それが少し不安なのだった。ここね、部屋。別々か、ここか。おのおのか。前回俺は B 選んだんよね。はいはい。ちょっとまあ、どうせ消すマック使われるんでしょ。 A 選んでみるか俺。と言って一晩をどちらかの部屋で過ごそうという声をかけるのもなんだかためらわれた。明かりを消してしまうのは不安だったので、僕たちは何もかもそのままにして2階へと上がった。
階段を上がるとき、三木村さんは一瞬僕の方へたろうかかってきた。大丈夫ですか？ごめん、ちょっとクラッときて。クラが、なんとか自分の足で部屋までたどり着きた。じゃあ気をつけて。三木村さんは最後にそう言って自分の部屋に入った。何に気をつければいいのかよく分からなかったが、この場には広く正しい言葉の気がする。カチリと鍵のかかる音を聞いて、僕は隣に立つアリサの方を向いた。あのさ、口を開けた時アリサが遮るように言った。まさか私を一人住まれないよね。僕は驚きつきつも少しほっとした。え、いや、とんでもない、とんでもないよ。僕の部屋に来るかい？うん。あ、やっぱそうなるんか。あー、よかった。アリサもほんの少し安心したらしく、弱々しい笑みを漏らした。僕は自分の部屋の扉を開けると先に彼女を通した。待って、俺ここちょっと悲鳴聞こえるの嫌なんじゃけど。アリサをベッドに座らせ、僕は向かい合うようにしてもう一つのベッドに腰掛けた。朝まで一緒に起きててくれる？ああ、体は疲れてきっているのだが、そう簡単に眠れるとも思えない。沈黙が訪れた。ペンションの夜、アリサとサギの部屋。しかし、ちょっと肩に手回してみるか。ここはな、他は多分どっち選んでもいいと思う。僕は彼女のためですよ、肩に。アリサは一瞬体をこわせたが何も言わなかった。いや、さすがに、うん、こんな状況ではとてもイチャつく気にはなれなかった。彼女の小さな肩は小刻みに震えていた。アリサだけはたとえ何があっても僕が守ってやる。僕はそんな気恥ずかしい誓いを立てた。ほんの少し、あい、来ました。眠ってしまって目が覚めたらアリサがいませんからのキャーね。ふと目を覚ますと、僕はベッドに倒り込んで眠っていた。腫れぼったい感じのするまぶたをこすりながら部屋を見渡す。アリサの姿がない。アリサ、とりあえず呼んでみる。やっぱり返事はない。腕にははめたままの時計を見ると3時50分だ。シャワーでも使っているのかと思い耳を澄ますが、窓越しに甲高い風の裏声が聞こえるだけだ。僕は立ち上がってドアに近寄った。開いている。ほんのわずかだが、ドアは確かに開いている。僕は戦慄した。ぐっすり眠りこけてる間に誰かがここへ鍵をかけてやってきたのだろうか。そして眠ってるアリサをそっと運べてたのか。いいや、絶対そんなことはない。どちらの目も覚まずにそんなことができるはずがない。それに大体そんなことをする必要がない。アリサは何か理由があって自発的に部屋を出ていったのだ。例えば何かを取りに自分の部屋に戻った、あるいはシャワーを使いに自分の部屋に戻った。そう、起こしちゃいけないとは僕の気を使って。何にせよ彼女は今一人だ。心の中に黒い不安が込み上げてくる。とにかく自分意識かどうか確かめなければ、迎えに行かないといけない。みんな眠ってしまっていたのか、廊下はシンと静まり返っている。明かりはまだついたままだ。僕はなんとなく忍び足でアリサの部屋の前までやってきた。アリサ、ドアをノックし呼びかける。いや、ごめん、ちょっと撮っていい、これイヤホンマジで怖い。耳をドアに押し当てて中の音に耳を澄ます。やっぱり風の音しかしない。シャワーを使ってたとしても、バスルームはドアのすぐ近くにある。何も聞かないはずがない。僕はドアノブを掴んでひねってみた。拍子抜けするほどあっさりとドアは開いた。アリサ、いないのか。怖い。いや、怖い。悲鳴には、本当の恐怖に直面した時の悲鳴には、それを聞いただけで人を震え上がらせる効果がある。今の悲鳴がそうだった。アリサが何か恐ろしいものに直面して助けを求めている。そう分かっていても僕の足は一向に動いてくれなかった。あれほどの悲鳴を上げさせる者にはお目にかかりたくない。そんな気持ちでいっぱいだった。再び彼女の悲鳴が聞こえた。先ほどのものより弱々しい恐怖というよりも悲しみに彩られた悲鳴だった。2階はまるで人が消えたかのように静まり返っている。
悲鳴を聞きつけて誰か飛び出してきてくれないものかと期待したが、そんな気配すらない。僕は俺ドア叩き回って助けを呼ぼうとしてみる。前回こっち選んだ。まあ、行くか。一刻も早くアリサの元へ行こうと思った。勇気を振るい起こして階段へ向かう。この階段こんなに音がしただろうか。驚くほどきしむ階段を恐る恐る降りていく。談話室には誰もいない。玄関に出て乾燥室の方を覗き、僕は一瞬心臓が止まったかと思った。えぐいよなこれ。地下室の扉が開いていたのだ。次に心臓はドクドクとおとしいほどのスピードを打ち始めた。アリサ、喉の奥から絞り出した声は自分のものとは思えないようなかすれた声だった。香山さんは地下室から抜け出したのだろうか。一体どうやって、それとも逆に誰かが鍵を開け中へ入ったのだろうか。だとしたら一体何のために。その時バタバタと大きな足音が響いてきた。僕は驚いて飛び上がりそうになった。振り向くとそこにはアリサがいた。走ってきて急に止まろうとして転びそうになっている。常宏、彼女は驚きと安堵の入り混じった声を上げる。アリサ、一体何があったんだ。彼女は僕のために答えず胸に飛び込んできた。しっかりと触れるその肩を僕は抱き止める。どうしたんだよ、さっきの姫はアリサか。おじさんが、おばさんとおじさんが、それだけで大勢予想はついたが、僕はそれを認めたくなかった。またしても誰かが今度は小林夫妻を襲ったとでも、そんなことアルファは気がない。罪のない人たちが次々と殺されるなんて、そんなことの許されるはずがない。まさか小林さんたちまで。漠然と問いかける僕の胸で、アリサは黙ったのを何度も覗いた。一体誰か。僕は地下室を振り返った。香山さんどうしたんだろうか。もしかしたら香山さんが地下室を抜け出して小林さんたちを。これね、ここ悲鳴語で A 選んだらもう一回で、香山さんか小林夫妻どっちを見に行くか。俺前回 A 選んだんですけど、今回 B 行きます。一刻も早く小林さんたちの様子を見に行こうと思った。アリサの手を握って奥へ行こうとすると、彼女は首を振りながら抵抗した。いや、あそこへ戻るのは嫌。よほど恐ろしい光景を見たのだろう。無理強いする気にはなれなかった。と言ってもここに置き去りにするわけにもいかない。中まで入る必要はない。それに僕がついてるから。力を込めて言うとアリサもしぶしぶついてくることを承知してくれた。僕は談話室に転がっていたモップの絵を取り上げ、構えながら奥へ進んだ。香山さんが地下室を抜け出して小林さんたちを殺したのか、それとも。階段を回り込んでさらに進むと、部屋が3つあった。一番突き当たりの部屋の前で、アリサが急に歩みを止めた。あそこで。アリサがうなずいた。僕はごっくりとスポーを飲み込むと、彼女の手を離し、部屋の中へ。ここね、怖い。明かりはついたままだった。こじんまりとした台所と、隣の畳敷きの今が明るく照らされている。ごく一般的な家庭のダイニングだ。こうやってみると何も変わったところはないように感じられる。あ、うわー、やっ、ここさ一瞬カラーになるのやばいよね。これ一瞬カラーになるのがやばいんだって。小林さんがいた。壁に背中をつけ、足を投げ出して床に座り込んでいる。小林さんの腹には包丁が突き立っていて、座り込んでいるあたりは血のみと化していた。自分で抜こうとしたのだろうか。まるで切腹でもしたみたいに両手で包丁を掴んでいる。胃液がこみ上げ、僕は口を手で押さえた。いや、これ怖いよね。シンフォニーさん、こんばんは、いただきます。
いやでも小林さんこれ死んどらん可能性あるよ一応。やばい。バスルームのドアを開いた途端何かがこちらに落ちてきた。やば。島見の手だった。ひぃ思わず声を上げてしまった。バスルームの中は血だらけだった。京子さんは裸でバスタベに持たれている。ガラス玉のようなうつろな目がじっと僕を見つめている。息がないのは見た瞬間に分かった。いやちょっと待って。ちょっとライン返します。ちょっと待ってよ。彼女にとっては血のつながったおじさん夫婦だ。恐怖だけではなかったろう。一体どれほどの衝撃を受けたことか。アリサの気持ちを考えると僕は切ないようなあれなようなたまらない気持ちになった。慌てて外へ出るとアリサが涙をいっぱいに溜めて立っていた。やっぱり死んでたかと聞いてたらしい。できることなら否定してあげたかったが僕は目をつないもの。僕は目を伏せてうなずいた。あれ？うわ、怖っ。今の怖いわ。ちょっと待って、今のはさすがに怖い。誰？ふうふう。いやちょっと今の描写は怖い。結構怖いよ。俺も汗ばんだ手でモップの絵を取り直すとゆっくりと騙しに戻る。誰かの息遣いが聞こえる。誰かの息遣いが聞こえるような気がして心臓は鐘のようになった。地下室の前まで来た。ドアは開いている。待てよ、一体誰が鍵を開けたんだ。加山さん。下へ伸びる階段に向かって僕は呼びかけた。返事はない。ゆっくりと足を下ろし一歩ずつ階段を降りていく。後ろに回した手はアリサの手をしっかり。でも多分さっきの覗い取ったやつ多分俺ね、敏夫さんだと思うよな。敏夫さん、敏夫さんと信じたい。後ろに回した手はアリサの手をしっかりと握ってもらった。裸電球がヒービーとしたワイン像の唯一の明かりだった。あ、死んでるな。その明かりの下、加山さんはうつ伏せに倒れていた。顔は、真横を向いていて目はカッと見開かれている。その顔を中心として半径1メートルほどのどす黒い血だまりができていた。加山さんまでもはや正常な思考ができる状態ではなくなっていた。バラバラ死体、姿なき襲撃者、殴り殺された緑さん、そして小林夫婦に加山さん。
もうこれは推理だの謎解きだのと言っていられる状況ではない。どうやって明日の朝まで生き延びるか、それを考えない限り僕やアリサも殺される。そう思って行動するよりはない。もう嫌。アリサは僕にしがみついて加山さんの死体から顔を背け泣き続けている。アリサ、アリサ、引き返しろ。引き返しなきゃ俺たちも殺されるぞ。僕はアリサの肩を掴んで揺さぶった。うつろになりかけた彼女の瞳に光が持ってきた。とにかくに戻ろう。何すればいいのか分からなかったが、いつまでも死体と一緒にいるかなと思った。周囲を油断なく油断なく油断分かった。いや、めっちゃ怖いこれ。あ、ごめんなさいごめんなさい。みんなに声をかけて新たな事件を報告する必要があるだろう。その時にもまず声をかけなければならないのは春子さんだ。ああ、びっくりした。もうちょっとびっくりした。びっくりした。こりゃびっくりした。今マジびっくりした。こりゃこりゃ焦ったぜ。ちゃんって、あ、びっくりした今。今のはマジでやばかった。めっちゃびっくりした今。くそ焦った今。ふぅ、ちょっとやばい。もうボル、いやもうね、さっきのさ、さっき、いや嫁が今ね、向こうの部屋でね、多分ね、娘にね、やらせた。もうさっきの描写があってからね、もう怖くて怖くて。アリサ、こんなんなったわ。アリサの手を握ったまま、2階へ戻り、みんなの部屋のドアを叩いて回った。ああ、まあ、怖い。起きてください、起きてください。非常事態です。お願いです、起きてください。まずそっとドアが細めに開いたのは OL3 人組の部屋だった。かのこちゃんが目だけをキョロキョロと動かせて僕とアリサを見つける。服を着替えて様子もないからずっと起きていたのだろう。また何かあったの？いやー怖かった。僕が重々しくうなずいた時、加山さんの奥さんがドアを開いて廊下に出てきた。奥さん、ご主人が。僕は言いよどんだ。アリサは再び泣きながら顔を背ける。そんな僕たちの様子を見て彼女は一瞬で事態を察したようだった。ふっと血の気が引いたかと思うと、春子さんはよろめいて壁に手をついた。慌てて駆け下ろうとしたが、彼女は手でそれを制した。大丈夫です。それで主人はどこで？地下室です。でも今は一緒にいて離れない方がいいと思います。旦那が死んだなどと聞いたら気絶してしまうのではないかと思っていたが、彼女は見かけによらずずっとタフなのかもしれない。あのおじさんが殺されたの？かのこちゃんが声を潜めて聞く。それだけじゃありません。どうもオーナーとその奥さんも。3人も？後ろから残り2人のヒューッと息を呑む音が聞こえた。こうなった以上やっぱりみんな一緒にいた方がいいと思うんです。僕たちをせめて加山さんの奥さんだけでも中に入れてあげてもらえませんか？しばらくひそひそと部屋の中で相談していたようだったが、やがてかなこちゃんはこちらを向いてうなずいた。人形のような表情をなくした春子さんは促すままに OL たちの部屋に入っていった。やっぱこれさあれやね、そのなんていうの、質疑応答を変えたとしてもやっぱり人はこう死人は変わらんのんやね。
まあ、選択肢、そう、選択肢、選択肢、選択肢。いや、三木村さんしんどんよな。ちょっと三木村さんの様子を見てきます。かなこちゃんにそう声をかけて、僕は三木村さんの部屋に前に立った。力いっぱいローアノックする。三木村さん、三木村さん、いないんですか？相変わらず返事はなかった。そっとノブに手をかけ、ゆっくりと回してみた。あくー、いや、おかしい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 。三木村さんの部屋ってカチャってさっき鍵をかけた音がしたのに開いとるってことは、これ三木村さんも殺されてます。はい、自然死じゃないです。これ三木村さんも殺されてます。そうではなかった。三木村さんはちゃんとベッドに横たわっていた。こんな状況でロックもしないとは一体どういう神経なのだろう。殺されない自信があるのか、それとも彼こそが。僕はベッドに近づき、身元でわめいた。三木村さん、起きてください。しかし彼はピクリとも動かなかった。まさか、アリサが絶句する。まさか死んでるんじゃ。僕も一瞬そんな考えを抱いた。そんなことあるわけないよ。疲れているんだよ、きっと。シーツの上から恐る恐る体を揺すってみる。三木村さん、丸太みたいに硬直している感じだった。脈、取ってみたら。バカなこと言うなよ。あれから怪我も何もしないのにどうして死ぬんだよ。そう言いながらもシーツの上に出されている腕をそっと掴んでみた。氷のように冷え切っていて思わず手を引き込めてしまう。冷たくなっている。三木沼さんで殺されたのか。キムタックン、こんちゃ。僕はあれでもう一度手首を掴み慎重に巻きを取った。やっぱり死んでるの。アリサが泣き笑いのような顔で聞く。僕は黙ってうなずくしかなかった。脈は完全に止まっていた。いやー、マジか。しばらく立ち尽くしてきた。何も考えられなかった。いざ犯人と対決になった時、一番頼りにできそうだった三木本さん、その三木本さんまでが殺されてしまうとは。いや待てよ、本当に殺されたのだろうか。三木本さんは殺されたんじゃないのかもしれない。僕が言うとアリサは驚いたように顔を上げる。どういうこと。いや、殺されたんです。三木本さんは頭をひどく殴られていた。しかし、もしかするとあの時脳内出血を起こしていたのかもしれない。そうなると時間が経つにつれて頭の中に血液が溜まって脳を圧迫することになる。放っておいたら死んでしまう。じゃあ自然死。もともとの原因は殴られたことだから、殺されたことには変わりないけど、外傷が見当たらない以上そう考えるしかないんじゃないかな。どっちにしても三木森さんが死んでしまったことには変わりない。ただ殺人鬼が殺したというよりは怪我が原因で死んだと考えた方が気が楽だった。突然アリサが驚いたように自分の口を手で押さえた。ねえ常広、どうかした。三木村さんはここで死んでいる。加山さんもおじさんたちも。じゃあみんなを殺したのはやっぱり敏夫さんしかいない。あ、焦ったぜ。収まきながらそのことに気づいた。犯人はやっぱり敏夫さんだったのか。みどりさんの死を悲しんで見せたのも、加山さんを殺しかけない様子を見せたのも、全部芝居だったのか。アリサ戻ろう。アリサの手を掴むと三木本さんの部屋を飛び出した。かなこちゃんたちの部屋に入るとドアを閉めてロックした。3人の女の子は僕たちから身を守るように部屋の隅で固まっているが、追い出す気まではなさそうだった。ちょっと待ってね。いやこれ昼間にやってさ、怖いもんないと思ってたけどさ、怖いもん全然あったわ。ゲームの外に、生きているのは僕たちだけです。敏夫さんを除いては。こうやって口にしてみると妙にそらぞらしく響く。本当にみんな死んでしまったのだろうか。あれは何かの見間違いだったんじゃないんだろうか。現実ではなく映画かテレビの中に迷い込んでしまったような気がする。敏夫さんが主人を殺したんですが、春子さんは突っ立ったまま無感情につぶやく。そうとしか考えられません。だって他にそんなことのできそうな人は残ってないし。敏夫さんは加山さんを殺しかけない勢いだったでしょう。自分で言いながら何だかおかしいことに気づいた。敏夫さんは敵を撃ったつもりなのかもしれないわ。アリサがハッとしたように顔を上げた。
敵じゃみどりさんの。じゃあ小林さんたちにあんなひどいことしたのは誰なんだ。それは敏夫さんじゃないの。どうしてそんなひどいことしなきゃいけないんだよ。だって地下室の鍵はおじさんに渡したじゃないの。鍵？そうだった、鍵がなければあの部屋を開くことができない。いや違う、鍵は違う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 、鍵はね違う。違う、鍵は鍵はね、鍵はあれですよ、小林さんが持っとんじゃないんよ、これ。あ、ごめん、なんでもない。あ、小林さんが持っとるわ、鍵は。あ、小林さんが持っとるわ。ごめん、しっかり小林さんが持っとった。鍵がなければあの扉は開かない。では加山さんを殺したいがために小林さんたち2人まで殺したというのか。狂ってる、そんな狂ってる。しかしそう考えると筋が回る。田中さんとみどりさんを殺したのは加山さんだった。そして訴訟さんが小林夫妻を殺して鍵を奪い地下室の扉を開けて加山さんを殺した。そう考えたらしいとしたら僕たちにはもう何の危険もないのだね。訴訟さんは完全に見境なくしていて、とにかく手当たり次第に殺す気になっているのではない限り、僕や夫妻は女の子たちを殺す理由はない。しかし何の罪もない小林さんたちまで殺している以上、すでに正気ではないという判断をした方が良くないだろうか。僕はあの凄惨な現場を思い出して再び吐きが込められてきた。これからこれ、まあ、ピンポン来るよね確か。消えりそうな声でベッドの脇に捕まったアリスを尋ねる。ここで朝まで我慢するんだ。朝に行ったらどうする。天気も多少回復するだろうし、電話も通じてるかもしれない。誰か来るかもしれない、かもしれない、かもしれない。すべてが希望的観測に過ぎないことが自分で言っておいて分かった。もし天気も電話も何も変わってなかったら、天気は誰か良くするさ。その時に山を降りればいい。そう簡単なことじゃないのが分かってる。たとえ吹雪が止んでも、除雪しなければ道路は通れない。駐車場から車を出すことも僕たちだけではできないだろう。いやでも、いや、車はもうとっくに雪に埋もれていて見つけることすら不可能かもしれない。みんな同じことを考えているのか、重苦しい雰囲気がさらに深まっただけだった。僕たちが受けたショックと恐怖は、普段現実では見慣れない暴力による死というものを目の当たりしていたせいだった。逃げる場所はもうどこにもない。狭い部屋に閉じ込まれ、のうなる音を聞いていると、そんな思いで押し潰されそうになる。自分もそんな同じように理不尽に殺されるかもしれない。そういう恐怖で窒息しそうになる。そう、加山さんのように、小林さんのように、そしてあるいは田中さんのように。部屋にこもっているのが一番安全だというのは確か。しかし敏夫さんは外を自由に歩き回っている。外から様子を伺い、隙を見つけ次第襲いかかってくるんじゃないだろうか。そう考えると気が気ではなかった。どこかに逃げた方が安全な気がしている。それと沈黙、あれ、あ、娘の泣き声聞こえた？
もう何時間も経ったような気がして時計を見るが、まだ5時前。春子さんが窓際に寄りガラスを手で拭って外の様子が暗くてよくわからないけど相変わらずみたいですね。3人の女の子は目の下にクマを浮かべ、やつれた顔をして肩を寄せ合い目を閉じている。半分眠っているのかもしれない。ハリさんの顔もひどいものだった。泣き晴らして腫れぼったくなったまぶた、真っ赤に充血した目、深いクマ、乱れた髪、きっと僕の顔も似たようなものだったろう。夫を亡くした春子さんが一番普通の顔に見えた。本当に悲しい時は涙も出ないというが、彼女の場合はまだ悲しいのかどうかさえ決めかねているといった様子だった。待てよ。突然ある疑念が生じた。あ、ワイプ止まっとる。えらい険しいか俺止まっとったね。今田中さんとみどりさんを殺したのは加山さんではないかと僕は推理した。でも加山さんにできたのは一部の部屋にいた。確かにそうよ。なんよね、春子さんも俺もちょっと怪しいと思っとった。正直したら共犯だったかもや。なとすると春子さんは敏夫さんが加山さんを殺したように見せかけることで全てをうやむやにしてしまえる。敏夫さんが全ての犯人だったとも見えるし、犯人である加山さんに復讐したようにも見える。そう、僕がそう考えてる。突然湧き起こる恐怖を僕必死を大丈夫、何も心配することはない。それそうだったとしても、油断さえしていなければあんな女の人に殺されたりするわけはない。それにその推理が正しいなら、彼女はもう犯行を重ねる必要はないことになる。これ以上誰かを殺したら、加山さんなり、敏夫さんに罪をなすりつけたことが無駄になってしまう。ああ、もう何もわからない。一体何が起きたのか、誰が犯人だったのか、もう危険はないのか、これからどうすべきなのか。立て続けに見た悪夢のような光景が何か事実で何が騒動だったのかすらもうわからなくさせていた。その時どこからか奇妙な音が聞こえてきた。チャイムのようなピンポンという横音だ。今の何？あいつが不安を表しにして聞くが、もちろん僕にわかるわけもない。なんだかドアのチャイムみたいだったけど、もちろんそんなことがあるわけがない。この吹雪の中、夜明け前に誰かがこんな山の中のペンションへ来るはずがないし、来れるはずもない。はい、わやした。しかしそのチャイムのような音は再び鳴り響いた。もう一度、さらにもう一度。僕たちは顔を見合わせた。いやー、ケイコちゃんが大声で叫び、ベッドに突っ伏した。震えながらいよりの言葉を振り返している。そんなビチャイムの音が聞こえた。かなこちゃんはすぐっと立ち上がった。誰かが助けてくれたのよ。ドアに駆け寄り開けようとする。僕は思った。よかった、これで助かった。これ B 行ってみるか。チャイム落ちたのね。ちょっと、あね、あの俺のメガネ姿にねびっくりしちゃったらしい。どうやら
これ B 行ってみるか。前回 A だったんだけど今回 B 行ってみるわ。よかった、これで助かった。僕はかなこちゃんと先を争うようにして外に飛び出すと真っ先に階段を駆け下りた。チャイムは鳴り続けている。玄関の手前でかなこちゃんが怯えた表情で立ち組んでいた。どうしたの？僕が声をかけてもかなこちゃんは返事もしない。外で何かが倒れる音がする。僕は不審に思ってそっと玄関に降り、内側のドアを開けた。嫌な予感がした。はい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 。あ、イヤフォン。そっと外側の扉に近づき、ガラス越しに外を見ました。吹雪はすべて白色だ。ふと見下ろしたとき、肩にもたれかかるようにして、敏夫さんが倒れていることに気がついた。敏夫さん？なぜ敏夫さんがここに？罠ではないか？そんな考えもちらついていたが、顔が血まみれになるのを気がつき、慌てどうでしょう。荒れ振る吹雪がペンションの中へ踊り込む。と、敏夫さん？僕は手をかけて、見下ろしをつぶやいた。何やくん、常広くん。かすかな声が聞こえた。まだ息がある。僕は罠かもしれないという疑念を振り払って、敏夫さんの顔に耳を近づけた。どうしたんです？一体何があったんですか？敏夫さんは僕の顔をうつろな目で見つめると、ふっと笑ったように見えた。次の瞬間、カッと目を開いたままガクリと首を横に倒した。死んでしまった。犯人である敏夫さんが死んでしまった。でも一体どうして？誰かの泣き声が聞こえた。かなこちゃんだ。かなこちゃんがホールにペタリと座り込んで泣きじゃくっている。僕はふらふら立ち上がって中に入る。二つのドアをしっかりと閉めた。生き残った人間、僕たちのはず。いや、はるこさんか。僕たちは全員同じ部屋にいた。では一体誰が敏夫さんを殺したのか。いや、そして本当に敏夫さん犯人だったのか。わからない。しかしどうやらその何者かは外で敏夫さんを襲ったようだ。ということは結局のところ僕たちの知らない誰かが全ての犯人だったということになるだろうか。姿を見られることもなくペンションの各部屋にで自由に出入りして次々とみんなを殺していく。そんな悪魔のようなやつが吹雪の中で次の犠牲者を求め息を潜めているというのだろう。みんな死んでいく。不気味な言葉に背筋がドクッとした。かなこちゃんがほうけたようにあらぬ場所を見つめつぶやいている。いや、これ待って、バッドエンドやんこれ。本当にみんな死んでる。逃れない海なの。僕もそしてアリサもどうすればいいのか分からなかった。悪魔のような相手に対してもはや僕ごときに対抗すべき手段があるとは思えなかった。神 ね、これキャーって聞こえるやつか、こっから。あ、常広、常広どうしたのよ。突然アリサが声を聞こえて、僕は顔を上げた。彼女は階段を降りてくるところだった。アリサ、なんで外に出たんだ。危ないじゃないか。だって常広がなかなか戻ってこないから。僕たちは歩み寄るとしっかりと抱き合った。ためらいも恥じらいもなかった。恐怖と絶望の果てに見出したほんの少しの安らぎがあっただけだった。何かあったの？アリスが尋ねたので、僕は敏夫さんが外で死んでいることを伝えた。すいません、ちょっとね、ちょっとここで一回僕やめます。すいません、ちょっと今から用事があるんで、まあ、多分これバッドエンドな気がする。だけど次はこのあと敏夫さんが死んでどうなるか、まあ、夜はちょっとわからん、やれるか怖いんで。キムタックン、ユノスケさん、ボギーさん、ありがとうございます。はい、こんな感じでね、終わりたいと思います。じゃあ次はここからでやります。じゃあ皆さんお疲れ様でした。おやすみなさい。あー違うわ、さようなら。おやすみなさいじゃないか、さようなら。